恐れ入りますが、今回は彼がプレゼンさせていただきます。課長の言葉に俺は耳を疑った。おい高卒、今日は大事なプレゼンがある、ついてこい。何の前触れもなく突然命令されついてきた商談でのこと。事前にどんな案件か、どんな取引相手なのか、詳細を何も聞かされていなかった。それなのにプレゼンを任され、頭が真っ白になったのである。しかしここで揉めると会社の恥となる。俺は意を決して資料に目を通し、プロジェクターを駆使して説明を開始した。どうにかプレゼンを終了すると、取引相手である会社の美人社長が絶賛してくれる。とても素晴らしいプレゼンでした。まさか社長という立場の人に褒めてもらえるとは。俺が照れていると課長が横槍を入れてくる。いえいえ、こいつはただの無能な新人ですよ。俺はムッとしたが、それを表情に出さないようこらえた。課長はいつも俺を見下してくるが、彼は知らない。このあと自分にどんな出来事が降りかかってくるのかということを。俺の名前は沢田優也、現在30歳、 A 社という会社の営業部に所属している。俺は高校を卒業してから進学ではなく就職の道を選んだ。しかし新卒の頃から現在の会社で働いていたわけではない。訳あって元いたところを辞め、中途採用で入ってきたのである。ここに入ってから半年ほどしか経過しておらず、まだ一人前とは言えないだろうが、仕事には慣れてきた。そろそろ大きめの仕事を任される日が来るかもしれない。そんな期待と不安が入り混じりつつも、毎日懸命に働いていた。先輩たちは皆優しく、尊敬できる人たちばかりだ。わからないことがあったら何でも聞いていいからね。沢田くんが作ってくれた資料、とても読みやすいよ。ありがとう。わからないことがあったら丁寧に教えてくれたり、うまくできたことがあったら褒めてくれる。先輩たちのようになりたいという思いが俺の原動力になっていると言っても過言ではない。もしも俺に尻尾が生えていたら、彼らと接しているときはテンションが高いときの犬のようにパタパタと振っているはずだ。しかし俺には一つだけ不安なことがあった。それが営業部の木原幸男課長、俺の上司である。彼はいつまでも俺を新人扱いしてくるのだ。確かに入社してからまだ半年、彼からしたらまだまだペーペーだろうが、もう少し成長の機会を与えてくれてもいいのではないかと考えてしまう。ちなみに新人扱いというのはいい意味ではなく悪い意味だ。おいおい、高卒にはこんな難しい仕事はできないだろ。雑用だけやっていたらどうだ。俺が書類を作成しているところにやってきたかと思えば、鼻で笑って作業を中断させてきたり、せっかく作った資料を提出しても、高卒の資料なんて恥ずかしくてお客様に見せられるかなどと心ないことばかり言ってくる。課長が俺を見る目には侮蔑の感情がありありと現れていた。典型的な学歴至上主義なのだ。彼はそこそこの大学を出ているため、高卒の俺は常に見下されていた。まともに沢田と呼ばれたことはほとんどなく、嘲笑混じりで高卒か新人と呼ばれるのが常である。お前は書類作りもまともにできないか。仕方ないよな、高卒だもんな。ヘラヘラと笑う彼を思いっきり睨みつけたくなったのも一度や二度ではない。しかしその気持ちをぐっとこらえ、バレないよう爪が食い込むほど拳を握って怒りを発散させていた。
課長は俺の行動のすべてを否定してくる。提出した書類も改善すべき点があるわけではなく、ただ俺をバカにしたいからという理由だけでイチャモンをつけられているのだ。課長に出す前に何人かの先輩に確認してもらうのだが、その時は皆口を揃えて、よくまとめられてて見やすいよ、直すところもないね、やるじゃん、俺も負けていられないな、と褒めてくれる。俺がミスをしたら反省点を一緒に考えてくれる彼らだ。お世辞で言ったとは思えない。ダメ出しをしてくるのが課長だけな上、具体的な指摘がないからこそただのイチャモンだということがわかる。俺としてはうまく作れたものをそのまま押し通したい気持ちだが、そうはいかない。わかりました、修正します。そう言って作り直してまた提出するというのを、まあこれでいいんじゃないか、というセリフが彼から出てくるまで続ける羽目になる。彼は俺が作ったものに対して目を通していない。修正点に納得して承認したわけではなく、飽きて否定してこなくなるというだけだ。このままだと課長の行動がどんどんエスカレートしていくのではないか。それを恐れ彼についてこっそり先輩に相談したことがある。その先輩は佐藤さんといい、入社したての頃から教育係としていろいろと教えてくれる人だ。確かに最近の課長は様子がおかしい気がする。前はあんな人じゃなかったんだけどな。佐藤さんは腕を組み悩むように目を伏せた。課長は前までごくごく普通の人間だったという。普通に仕事をし、部下に必要な指導をして、わからないことがあったら相談に乗る、悪いところなど特にない上司のはずだった。学歴で人をあざけるような人ではなかったらしい。それを聞き俺は、そういえばと入社当時のことを思い出した。よろしく沢田さん、困ったことがあれば遠慮なく言ってくれよ、我々はチームだからな。初日課長は笑顔で俺のことを迎えてくれた。スマートに差し出された手、優しそうな人だし、きっとうまくやっていけるはずだと俺は安心して彼と握手をしたのを覚えている。信頼し合う課長と先輩たち、俺もここに早く溶け込みたいと思うほど、当時の営業部には温かい空気が満ち、居心地が良かったはずだったのだが、いつから今のようになってしまったのだろう。俺はがっくりとうなだれた。そんな様子を見て焦ったのか、佐藤さんが、まあでもほらと先ほどより少し声量を上げて言葉を発する。沢田さんはよくやってくれてるから、そのまま頑張っていればいつか課長も認めてくれると思うよ。俺を励まそうとしてくれているかのような明るい声色だ。俺は顔を上げて苦笑をこぼす。そうだといいんですけどね。不安がすぐに消えたわけではないが、佐藤さんのおかげで少しだけマイナスな感情が小さくなったような気がする。課長に認めてもらえるよう頑張ろう、心の中で改めてそう思うのだった。そんなある日のこと、自分のデスクで事務作業をしていると、そこにふっと影が落ちる。目線を上げると、そこには課長が立っていた。おい新人、これをまとめておけ。彼はそう言いながら山のようなファイルをドンと置いた。何の説明もなしにまとめろと言われても何が何だかわからない。俺はその山と課長の顔とを交互に見て、ゆっくりと口を開く。どの案件の資料でしょうか。課長は俺の問いかけにまともに答えることもせず、唇の端を持ち上げてぐっと目を細め、中を見りゃわかるだろう。そんなこといちいち聞くな。高卒は日本語が読めないのか、としか言わない。何か言い返したりしたら、これだから高卒は、というような嫌味が
ぐちぐちと続くであろうことは分かっていた。ため息をつきたくなる気持ちを抑え、すみません、とごまかした。おとなしく課長の命令に従うことにしたのだが、いざ作業を始めてみると、とんでもなく難しいではないか。とてもじゃないが、新人と呼んでいる部下に任せるようなものではない。沢田さん、どう？大丈夫そう？佐藤さんが様子を見に来てくれたが、ファイルの中身を確認すると、うわ、難しいね、これ。と、困惑したように眉を潜めた。これは課長に相談した方がいいかもしれないね。彼の助言通り、意を決して課長に相談するも、自分で考えろよ。高卒は考える頭が足りないのか？はっと鼻を鳴らすだけで取り合ってはくれない。仕方なくどうにか調べたり、先輩たちからアドバイスをもらったりしながらも、数日間毎日のように終電までかけて必死にまとめた。おい高卒、これもやっておけよ。その間にも課長が無駄な雑務を押し付けてくるので、余計に時間がかかってしまう。ごめんね、遅くまで付き合ってあげたいんだけど。佐藤さんが一緒に残業してくれることもあったが、彼は妻子持ち、終電まで残れないことを申し訳なさそうに言われたが、謝らなければいけないのはこちらの方だ。佐藤さん、本当にいつもありがとうございます。俺がそう言って頭を下げ、佐藤さんが何度もごめんねと言いながら帰っていくというのがルーティーンのようになっていた。そんなことが数日続いたある日、ようやく課長に押し付けられた作業に終わりが見えてきた。ぼんやりとしていた頭の中に希望の光が差す。時刻はだいたい22時。終電までは残り2時間くらいだ。俺はぐぐっと伸びをした。凝り固まった背中や肩がパキパキという音を立てる。一旦お手洗いに行って落ち着こうと席を離れたのだが、用を済ませて出ると同時に駐車場の方からエンジン音がした。A 社では車通勤の人も珍しくない。社員用の駐車場には様々な車が毎朝並んでいる。俺と同じように残業していた誰かがそれを終えて帰宅したのだろう。俺も早く帰りたいなと考えながらデスクに戻ると、見覚えのないコンビニの袋が置いてあった。ん？何だろう？思わず声が出てしまった。フロアには現在俺しかいないため、小さな声でもやけに響く気がする。つい先ほどまでこの袋はなかった。席を離れていたのは5分ほどだ。そんな短い間に一体誰が置いていったというのだろう。俺は袋の中身を確認した。アンパンと牛乳、それとお疲れ様です、よかったら食べてくださいという力強く角張った文字の手書きメモが出てくる。まるで一昔前のドラマの刑事のようだ。差し入れをしてくれた人が誰かはわからないが、ありがたくいただきながら仕事を片付けた。課長、ファイルをまとめ終わりました。翌日やっとの思いで作り上げた資料を提出する。自分ではそんなつもりなど全くなかったのだが、どこか自信ありげな声色をしていて驚いた。俺にはできないと課長は思っていたかもしれないが、こうして終わらせることができたという達成感がにじんでしまったのだろう。課長はちらっとこちらを見たが、そこ置いといて、とだけ言ってすぐにパソコンへと視線を戻してしまった。それだけか、とムッとしながらも指示通り置いておくことにする。この大変な仕事を終わらせられたのだから、自分もスキルアップしているのかもしれない。これを機にまた何か任せてもらえるのだろうかと思ったが、これ以降半月ほどはまた自分の仕事と課長の雑務をこなすだけの日々が続いた。おい高卒、今日は大事なプレゼンがある、ついてこい。あの仕事から少し経った頃、何の前触れもなく突然課長から任命された。
有無を言わせないような口調だ。たまたま訪問予定が入っていないからよかったものの、そういうことは前もって教えておいてほしい。内心憤りを感じたが、それを直接言うと面倒なことになるため口をつぐむ。10時頃出るからな、準備しておけよ。俺は時計を確認した。現在時刻は9時10分。出発までに自分の仕事をできるところまで終わらせなければならない。俺は大急ぎで作業をこなした。焦っている時ほど時間の流れが早く感じ、それが余計に焦燥感をかきたてる。10時の5分前くらいになると、俺はデスクの上に散らばった書類をきれいにまとめたり、パソコンのデータを保存したりと準備を済ませた。課長から行くぞと声をかけられるのかと思っていたが、彼の姿が見えない。もしや先に外に出たのだろうかと思って駐車場に向かうと、彼はのんきに車用車の助手席でふんぞり返っていた。ああ、遅かったな。俺が近づくと何かを放り投げるかのように渡してくる。慌ててキャッチすると、それは車の鍵だった。お前が運転しろ、こういう時は部下が運転する常識だろ。課長はクイッと顎で運転席を示す。これは正論だ。俺は運転席に座り、シートベルトを着用したのだった。20分ほど車を走らせると、プレゼン相手の会社である B 社に到着した。課長の後について行って受付を済ませ、応接室に案内される。こちらでお待ちください。受付の社員にそう言われ、俺たちは椅子に腰掛ける。課長と二人きりということで、俺の中には謎の緊張感が生まれていた。何か話すべきか、いやでも話しかけたら余計なこと言うな高卒と、いつものように罵られるかもしれない。俺はじっと自分の膝のあたりを見つめていることしかできなかった。気まずさからか、チクタクという壁にかけられた時計の音がやけに大きく聞こえる。無意識のうちにスラックスを握っていた手のひらにはうっすらと手汗がにじんでいた。どのくらい待っただろう。実際には10分程度なのだろうが、体感では1時間くらい経ったように思えた。お待たせいたしました。扉が開き、緊張から解放される。おかしな話だ。初めて会うプレゼン相手よりも身内の課長といる方が息が詰まるだなんて。登場したのはびっくりするくらい美人の女性と、その部下らしき若い男性だった。俺と課長は立ち上がり、いそいそと名刺交換を行う。女性は草薙美希さんといい、なんと B 社の社長だったのだ。この案件は彼女が直々に進めているらしく、自ら打ち合わせの場に出てきたというわけである。本日はどうぞよろしくお願いいたします。草薙さんがにっこりと屈託のない笑みを見せると、課長は明らかに鼻の下を伸ばす。ちゃんと話を聞いているのか不安になるほど彼はぼーっとしてしまっており、草薙さんが笑ったり上品な所作を見せるたび頬を紅潮させて破顔していた。草薙さんはかなり友好的な人で、こちらの緊張をほぐすために少し世間話をしてくれた。では早速ですがプレゼンをお願いいたします。場の空気が柔らかくなってきた頃、彼女はそう切り出し、打ち合わせが始まる。課長はどんなプレゼンをするのだろうと横目で伺っていると、彼はとんでもないことを言い出した。恐れ入りますが、今回はこの沢田がプレゼンさせていただきます。俺は驚きのあまり声も出せず、口をぽっかりと開けることしかできない。俺がプレゼンをするなど寝耳に水だったからである。移動中の車でどんなお客さんのどんな案件なのか、どんなことを話すのか聞いても、課長は全く教えてくれなかった。事前に教えてくれていたならば準備ができたはずなのに。俺の様子を怪訝に思ったのか、草薙さんが首をかしげる。部下の男性も
俺の方に視線を向けてきており、俺はいたたまれなくなった。課長が追い打ちをかけてくる。沢田はうちに来て1年も経たない新人でして。ですがご安心ください、教育はしっかりしていますし、このプレゼンも問題なく行えますから。どうしてそんなハードルを上げるようなことを。俺は助けを求めるために課長に目線を送る。しかし彼はそれに気がつかないふりをし、にんまりと満足そうな笑みを浮かべた。俺に恥をかかせるためにこんなことを仕組んだとしか思えない。俺をせかすかのように時計は秒針の音を立てて時を刻み続ける。黙ったままの俺に草薙さんたちの顔に不安がにじんでいった。ここで揉めたら A 社の恥だ。俺には応じる以外の選択肢は残されていない。俺は意を決して立ち上がり、課長が渡してきた資料をプロジェクターに映し、画面など諸々の設定をしているふりをして資料に目を通した。俺は目を見開く。よく見るまでもなく、それは半月くらい前に自身が作ったあの資料だったからだ。苦労しながらもどうにか完成させたもの。それなのに資料作成者の名前の欄が木原幸男と書き換えられていた。腹立たしさを覚えながらも、自分が作ったものなら説明もちゃんとできるかもしれないとほっと息をつく。まずは案件の概要を分かってもらうところからだ。俺は要点を絞って資料の説明を開始した。手元ばかりに視線を落とすのではなく、草薙さんたちの顔を見ながら訴えかけるように気持ちを込める。彼女らは食い入るように資料を見ているため、目が合うことはあまりなかった。プレゼンの時間はせいぜい15分くらい。しかし今まで生きてきた中で一番長いような気がした。ありがとうございました。俺が説明を終えてペコリと頭を下げると、草薙さんがまっすぐに手を挙げる。資料7ページの下の方に環境負荷の低減とありますが、具体的にどのようなことでしょうか、という質問がされたが、彼女の目は発表した俺ではなく課長に向けられていた。まさか自分に質問が来るとは思っていなかったのだろう。彼は視線を泳がせてうろたえる。確か水を。彼の声は裏返ってしまっており、自分の上司ながら情けないと思ってしまった。しどろもどろという言葉がぴったりな語り口調で、言いたいことが全く伝わってこない。見ていられなくなった俺は課長を遮り、従来は製造に有機溶剤を用いていましたが、特殊な製法により水での代替が可能になりました。それによって環境負荷が低減されます。また水ですから工場作業員の健康被害のリスクを大きく減らすこともできる見込みです、とはっきり答えた。すると見るからに課長はほっとしており、俺の言葉尻にかぶせるように、そうです、その通りです、と誇らしげな声を出した。自分が答えたわけでもないくせに、よくもそんな態度が取れたものだと呆れてしまう。美人な草薙さんの前で恥はかきたくないのだろう。課長は冷や汗をかきながらも取り繕った笑顔を貼り付けた。その様子に彼女の眉がピクッと上がる。なるほど、有機溶剤を水で代替できるのですね。製品の仕上がり、性能に悪影響はあるのですか。草薙さんはさらに質問を投げかけてきた。またも俺ではなく課長に対してだ。彼女は何かに感づいたかのような顔をしており、一瞬だけ俺の方に顔を向けると小さく微笑む。まだ続くのかと課長はあわあわしながら、悪影響は、そうですね、ないとは言い切れませんが、と要領を得ないことばかりを口にした。もう表情を作ろうのはやめたのか、眉間にシワが寄っている。俺はまた遮るように、現状有機溶剤を用いていた従来品の性能を 90% 程度まで再現できています。
今後の開発方針におきましては、より 100% に近づけていくことを目標にしております。と説明をした。草薙さんは微笑みながら、現段階で 90% ですか。素晴らしいですね。と称賛してくれる。すると課長も嬉しそうになり、そうなんですよ。現行品と取り替えても、現状の用途の多くでは問題ない見込みでして。と、かぶせてきた。草薙さんにアピールをしたいようだが、空回っているということに気がついていないのだろうか。彼女は、にっこりと笑みを深め、ぜひ、弊社の方で、前向きに検討させていただきますね。と、ほがらかな声色で告げた。質問の時とは違い、課長ではなく、しっかりと俺の方を見据えている。一時はどうなることかと思ったが、無事に終了したことに安堵した。沢田さん、とても素晴らしいプレゼンでした。あなたは一体何者ですか？ありがたいことに草薙さんから褒めてもらうこともできたのだ。いえ、大したことは。まさか社長という立場の人に褒めてもらえるとは。俺が照れていると課長が横やりを入れてくる。いえいえ、こいつはただの無能な新人ですよ。俺はムッとしたが、草薙さんたちの手前、それを表情に出さないようこらえた。いえいえというのは俺自身の言葉であって、課長から言われる筋合いはないはずだ。普段見下している俺が褒められているのが気に食わないということだろうか。その言葉に草薙さんは露骨に不快そうな顔をしたが、彼はそれに全く気づいていない様子だった。本日はお時間をいただき、ありがとうございました。打ち合わせが終わると、草薙さんたちが玄関まで見送ってくれた。互いに何度もお辞儀をし、俺たちは車の方へ向かって歩き出す。B 社の外へ足を踏み出すと、柔らかい風が髪の毛を揺らした。俺は深く息を吸い込む。先ほどまでは緊張からか、どこか胸が詰まったような感覚があったが、今はスーッとスムーズに呼吸ができていた。課長と二人きりよりもプレゼン相手と一緒の方が緊張しないなどと思っていたが、やはり自分がプレゼンをするとなったら話は別だ。とにかく無事に終了してよかった。俺はその達成感や安心感をじっくりと噛みしめる。その感情に浸りながら名刺を見ようと胸ポケットを漁るが、慣れ親しんだ感触がない。応接室に忘れてしまったようだ。すみません課長、忘れ物をしてしまったので取りに行ってきます。まったく高卒はどんくさいな。早くしろよ。どんな時でも嫌味を忘れない課長のことはスルーし、俺は小走りで戻る。すると、いや、びっくりした。すみません。玄関口まで来たところで、そこから出てこようとした誰かとぶつかりそうになった。どうにか避けて相手の顔を見ると、慌てた様子の草薙さんだった。その手には俺の名刺入れが握られている。急いで届けようとしてくれていたらしい。こちら沢田さんのものですよね。そうです。つい先ほど忘れたことに気がついて、届けてくださってありがとうございます。彼女にお礼を言い、それではと改めて別れの挨拶をして背を向けて走り出そうとしたところ、あの沢田さん。草薙さんに呼び止められた。見えない糸に引っ張られたかのように足が止まる。振り向くと、彼女は小さな声で俺にある提案をしてきたのだ。それは俺にとってこれから A 社で頑張っていくための起爆剤のように感じられるものだった。熟考の末、はい、喜んでお受けしますと提案に乗ることにしたのだった。後日、雑務を片付けている俺のところに課長がやってくる。おうおう、高卒無能さんは雑務ですか。今日も京都で俺をけなすことに精を出しているようだ。あんたが押し付けた仕事だろと内心呆れていたが、それをごまかして
曖昧に笑うだけにとどめた。いつもだったらこの後にもバカにしてくるような言葉が並ぶのだが、今回はその一言だけで終わった。機嫌がいいからだろうか、にやけながら鼻歌を歌って自分のデスクへ戻ろうとしている。どうかされたのですか？気になって課長に尋ねると、つい先ほど社長から指示があったという。その内容とは、次の打ち合わせには課長と営業部長の二人だけで来てほしいというものだ。草薙さん、お前はお呼びじゃないとさ。高卒の無能さを隠しきれなかったんだな。課長は上機嫌に歌うようにそう言いながら笑う。煽ってくるような表情をしているが、俺の心が乱されることはない。俺は平然と。そうでしたか。それではあの案件については今後私は関わらないということですよね、とことも投げに確認した。俺が悔しそうにも苛立ったようにもしていないことを怪訝に思ったのか、課長は一瞬だけ不思議そうな顔をした。しかしすぐに笑顔に戻る。ああ、そういうことだ。なんだお前、悔しくないのか？悔しいですけど、大きな案件はそれ相応の能力を持った方が当たる方がいいと思いますので。私はあの、課長がおっしゃる通り、無能ですから。俺は課長の嘲笑に負けないくらいの満面の笑みを浮かべた。無能という言葉を強調したことに彼は気がついているだろうか。あ？おう、無能のお前にしちゃよくわかってるじゃないか。まあそういうことだ。今後は余計な口出しすんじゃねえぞ。もう満足したのか、課長は最後にふんと大きく鼻を鳴らすと去っていった。その背中を見送りつつ、俺は誰にも聞こえないように、口出しなんてしませんよ。助けてくれって言われても、絶対ね。と、唇をわずかに動かし、そよ風のように小さくつぶやいた。しかし、隣の席である佐藤さんには聞かれてしまったようだ。戸惑ったような顔を向けられ、あ、忘れてください。勝手なストレス解消法ですから。と手を顔の前で振ってごまかした。それじゃあ俺は草薙さんに呼ばれていることだし打ち合わせに行ってくるから。数日後、部長と課長とで B 社の打ち合わせに出かけていった。フロアを出る前に課長がわざわざ俺のところまでやってきたかと思えば、そんなことを言い残してくる。しかし俺の心の中に苛立ちはなく、彼がどんな顔して帰ってくるのかという楽しみな気持ちだけがあった。そのおかげで、わかりましたと笑顔で見送ることができたのだ。そのポジティブな感情がエンジンとなり、サクサクと作業が進む。そして夕方になると部長たちが帰ってきた。案の定彼は顔面蒼白だ。部長はイライラしたように何度もため息をつきながら歩いている。どっかりと音を立てて椅子に腰掛けるなり、部長は頬杖をついて、はぁ、とひときわ大きなため息をついた。貧乏ゆすりをしたり、デスクを指でコツコツと小突いたりしているため、トントンという規則的な音が辺りに響く。それが数分間続いた後、ようやく彼はパソコンを開いた。しかし課長は青白い顔で、ガタガタ震えるばかりで、仕事が何一つ手につかない様子だ。見かねた部長はイライラを抑えられない様子で、木原君、体調が悪いなら早退しなさい。そうやっていられても部署内の雰囲気が悪くなるだけだ、と叱りつけた。課長はビクッと肩を大きく震わせ、反抗もせずにおとなしく早退していく。打ち合わせに出ていく時とは全く違い、今度は嫌味を言ってきたりしなかった。それを見送った部長は、はぁ、と一息つく。先ほどのピリピリしたものとは違い、気が抜けたようなものだった。彼はいつも通りの柔和な顔に戻っており、俺に目くばせしてくる。その様子を見ていた佐藤さんをはじめとする面々は何も言わず、なんとなく状況を察したようだった。それからまた数日後、
草薙さんと彼女の部下の男性が電撃訪問してきた。俺を含めた何人かの社員が呼び出される。とは言っても社長部長は事情を知っており、特に驚いた様子はない。ちなみに俺も知っており、呼び出された面々の中で困惑しているのは課長だけだ。草薙さんは俺の顔を見て一瞬だけ微笑んだが、直後に眉と目をつり上げ、凄みのある表情に変化した。本日お邪魔したのは、以前沢田さんから弊社にご説明いただいた案件についてお話しさせていただきたかったからです。彼女は俺たち A 社の人間の顔を見渡して、よく通る声でそう告げると、後ろに控えていた部下にお願いと指示を出した。部下の男性はボイスレコーダーを取り出すと音声を再生し始める。スピーカーにつなげているわけではなかったので、そこまで音量はなかったが、その場にいる人間の耳には十分届いていた。これは先日沢田さん不在で行ったミーティングの音声です。御社の部長に事前に許可をいただいて録音しました。俺や社長たちはまっすぐ立ったまま音声に耳を傾けていたが、課長だけは食い入るかのように前傾姿勢となっている。草薙さんが案件について課長に名指していろいろな質問をする声が流れた。あの部長どうでしたっけ。情けなく口ごもる課長の声が続く。自分の集体をさらされた彼はうつむき、ぐうと泣きそうなのをこらえるかのようなうめき声を出した。木原課長は本案件について理解されていらっしゃらないのですか。課長の異変に気がついた上で、草薙さんは彼に詰め寄った。社長も震えながら、これはどういうことだねと問い詰める。彼は低くうなるだけで、意味のある言葉を発そうとはしない。申し訳ございませんでした。今回の木原の失態は全て私の責任です。張り詰めた空気を切り裂いたのは課長本人ではなく部長だった。腰を折り曲げ、草薙さんに向かって深く頭を下げている。しかし彼女の目は冷たく、謝罪を受け入れる様子はなかった。これだけでは足りないと思ったのか、部長は床に両膝をつき始める。土下座をしようとしているのだ。するとようやく課長が口を開いた。部長やめてください。泣きそうな声で叫ぶと、部長がピタリと動きを止める。代わりに彼自身が勢いよく膝と額を床にこすりつけた。すべて私の責任です。本当に申し訳ございませんでした。彼のつむじをじっくりと見つめた草薙さんは、俺に向かってアイコンタクトを取ってきた。社長や部長の顔を見回し、俺はうなずく。作戦は成功したと言っていいだろう。草薙さんは未だ顔を上げる様子がない課長に一歩近づき、少しだけかがんで声をかけた。あなたが謝るべき相手は私じゃないはずです。その声色からは先ほどまでの凄みは消えており、悪いことをした生徒を導く教師のようなものだった。課長はゆっくりと上半身を起こして社長の方を向く。すると社長はゆるく首を横に振った。違うだろう。胸に手を当ててよく考えてみろ。今度は部長へと顔を向ける。本当に俺かという問いかけをもらった課長は歯を食いしばりながら俺の方を向いた。悔しさ、そして自責の念が入り混じったかのような複雑な感情が見て取れる。沢田さん、あなたへの態度は完全に上司、いや人として失格です。本当に申し訳ございませんでした。久々に警鐘をつけられたなとぼんやり考えていると、彼は思い切り土下座をした。それを見て心の片隅でガチガチに蓄積していた彼への憤りが少し消え、心が軽くなる。俺は謝罪を受け入れ、課長の背中にポンポンと軽く手を置いて立たせた。
ありがとう、ありがとう。許してもらったことに対し、彼は泣きながらお礼を言った。何度も謝罪と感謝の言葉を繰り返す彼に向かって、これでお愛子です、とつぶやく。その声が届いていたかは、わからない。俺は頭の中で、草薙さんが名刺入れを届けてくれた時のことを思い返していた。その時に彼女から受けた提案とは、課長の謎を暴くというものだったのである。彼女は、俺のプレゼンが本当にいいものであったということを、繰り返し伝えてくれた。到底新人とも、何も答えられなかった課長の部下とも思えない。そう言われ、俺は彼女に真相を話していた。A 社に入った経緯や、課長に見下されていること、そして、プレゼンが無茶ぶりで、完全なる即興であったこと。すると、それを聞いた草薙さんは、大きく目を見開いた。即興であんなプレゼンができるなんて。失礼ですが、前職は何をされていたのですか？そんな風に興味を持ってもらえたことが照れくさくも嬉しく、俺はペラペラと素直に自分のことについて話してしまった。俺の前職は小さな会社の営業だ。高卒の自分を拾ってくれたところだったため、必死に尽くしたが、やがて倒産してしまう。それを知ったとある人物が雇ってくれることになった。それが現在働いている A 社の社長だ。実は彼とはもともと顔見知りで、俺の営業としての能力を信頼してくれていたため、採用してくれたのである。入社した後、俺は周りに対して前職のことや A 社に来た経緯を多くは語らなかった。コネだと思われたくなかったのだ。思わず熱が入ってしまった俺は、草薙さんに課長のことについても口を滑らせてしまう。課長は以前はそんな人じゃなかったらしいです。佐藤さんから聞いたことを口にすると、彼女の眉がピクッと上がった。そこから課長について暴こうという提案に至る。俺自身も知りたいことだったため、それを承諾したのだった。彼女の計画は秘密裏に社長と部長に伝えられた。俺不在の打ち合わせが設定され、そして彼女と部下の男性が電撃訪問してくる。すべて仕組まれたことだったのだ。どうしてこんなに回りくどいことをしたのか、それは課長が目上の人にはいい顔しかしなかったからである。最初、社長たちは課長が俺にひどいことばかりしてくるということが信じられないようだった。しかし、俺や草薙さんの言葉を聞き、信じるに至ったということだ。キャラ君、君は今まで沢田君のことをバカにしてきていたようだが、彼は無能なんかではないんだよ。うつむく課長に社長から俺がどういう人物なのか明かされた。すると彼は自分の愚かさに気がついたのか、はっ、はははと泣き笑いをして、その場に崩れ落ちたのだった。その後しばらくして課長は退職した。彼自身、今まで懸命に仕事をしてきて役職に就いたのだから、本当はかなり優秀な社員だった。それゆえに社長は降格、減給処分で済まそうとし、俺も納得していたのだが、本人の気は収まらなかったのだ。彼は自らの意思で会社を去ったのである。空いた課長の席には、佐藤さんが座ることになり、俺の隣の席から移動していった。またある日、会社に一通の手紙が届く。俺宛てということで、佐藤さんから手渡しされた。差出人の欄には、木原幸男という名前。一体何だろうと、少し緊張しながら封を開けた。中身は手書きの謝罪文だ。力強く角張った文字で、几帳面に便箋の一番下の行まで、文章が綴られている。その文字に見覚えがあった俺は、はっとした。元課長から頼まれていた、当時の俺には、かなり難しい内容の作業。終電間際まで残っていた、あの夜の差し入れに添えられたメモの筆跡と、全く同じだったのだ。手紙によると、彼は改めて謝罪したくて、ペンを取ったらしい。
彼があんな態度を取ってきたのは嫉妬によるものだった。いい大学を出て就職し、部下からも信頼されて順風満帆だったところに、ある日俺がやってきた。沢田さんはびっくりするくらい優秀で、自分の立場が危うくなるのではないかと思ってしまいました。それでどうすればいいかわからなくなり、自分の立場を守るためにあんなことを。そうだったのか。手紙を読み終えた俺の両目からは勝手に涙が溢れていた。あんなことをしてきた彼だが、自分を守るか俺を応援するか葛藤があったのかもしれない。アンパンと牛乳が頭の中によみがえる。俺は便箋を大切に封筒にしまった後、それをいつも持ち歩いているクリアファイルの中へ入れた。いろいろあったが、前を向いて頑張っていこう。もしかしたらいつかあの夜のアンパンや牛乳が恋しくなる日が来るのかもしれないと目を伏せた。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。あのね、塩化層、今すごく厳しいの。原材料費や人件費が上がってて、もう潰れちゃうかもしれないんだ。旅館を経営する幼なじみはうつむいてそう言った。俺は何とかして旅館を助けたい。かつての仲間たちなら何とかできるかもしれない。そう思った。実はな、旅館を手伝ってるんだけど、かなり厳しい状況なんだよ。何とかしなきゃいけないんだけど、お前たちの力が必要なんだ。山口、宮崎、元仕事仲間たちだ。ちょっといろいろとあって、元だけどね。そうして、みんなのおかげで、塩化層に客が戻り始めたんだ。ゆうすけ、あなたって一体何者なの？少し笑って、幼なじみの質問に答えた。実はね、俺は友永ゆうすけ。かつては広告の世界で名を馳せていたけど、今はただの無職で、しそじの端っこに立っているんだ。この話が始まるのは、ちょっとした偶然と必然の間で、俺がまだ子供だった頃のこと。舞台は、塩見町という海辺の町で、海が見える小さな旅館、塩化層から始まるんだ。塩見町の小さなアパートでの暮らしは、俺と母さんだけの小さな世界だった。俺がまだ言葉を覚える前に、父さんは交通事故で亡くなっちゃって。父さんのことは、写真や母さんの話が唯一の記憶で、家族三人で幸せに過ごしていた頃のことは、俺には想像するしかなかったんだ。母さんはよく、俺を抱きしめながら話してくれたよ。お父さんは本当に優しい人だったのよ。今もね、星になって夜空から私たちを見守ってくれているわよ。母さんの言葉を信じて、父さんが星になって空から俺たちを見ていると思うようにしていたんだ。それが俺にとっての父さんの存在さ。母さんは介護福祉士として夜通し働いて、俺たちの生活を支えてくれたんだ。母さんが夜勤をしてるから、俺はよく一人で夜を過ごしたんだ。家はいつも静かで、一人の時間がすごく長く感じられたよ。町には頼れる親戚もいなくて、一人ぼっちの世界に閉じこもってた。孤独がどっしりと心にのしかかって、寂しさがどんどん増していくばかりだった。でも、その孤独を少し和らげてくれたのが、クラスメイトのはるかだったんだ。はるかは、俺が一人で過ごす夜が心配で、たまに自分の家族が経営する旅館、塩化層に招いてくれたんだよ。ゆうすけくん、うちにおいでよ。お母さんが作った温かいご飯、待ってるからね。と言って、いつも笑顔で迎えてくれた。旅館の食堂で、はるかの家族と一緒に夕食を囲むと、なんだか心がほぐれて、家庭の温かさを感じることができたんだ。はるかのお母さんが、ひと手間かけて作った料理は、本当に心を温めてくれたよ。いつでもここに来てね。お母さんが夜勤の日は、ぜひうちで過ごして。と、はるかのお母さんも温かく受け入れてくれて。
そんな彼女の言葉にはいつも深い感謝を感じつつ、少しでも家庭のぬくもりを共有できる幸せを感じてた。はるかの家族と過ごす時間は本当に安らぎの場所で、人生において大切な支えになった。特にはるかがそばにいてくれることで、自分が一人じゃないって実感できたんだ。それは孤独を紛らわせてくれて、心に強い絆を築く貴重な時間だった。母さんが新しい仕事を見つけたのは、俺が小学校を卒業するちょっと前のことだったんだ。それは町を離れて新しい場所で生活を始めるって意味だった。はるかの旅館で過ごす最後の日、広い庭ではるかと遊んでいた時、ふと、はるかちゃん、俺たちまたいつか会えるかなって小さい声で聞いてみたんだ。するとはるかは俺の手をぎゅっと握りしめて、もちろんだよ、だって友達だもんって力強く答えてくれたよ。その夜、はるかの家族は俺たち母子のために小さな送別会を開いてくれた。食卓には俺の好きな料理がいっぱい並んでて、部屋中には温かい笑顔があふれていた。ゆうすけくん、ここに来てくれて本当に嬉しかったよ。またいつでも遊びにおいでね、とはるかの父さんが優しく言ってくれた。その言葉に心からの感謝を感じつつも、離れる寂しさは隠せなかったな。ありがとうございました。はるかちゃんとお父さん、お母さんには本当にお世話になりました。忘れません、と言って目に涙をためて答えた。翌朝、荷物を車に積んで、一つ一つの思い出が詰まった町を見回したんだ。車に乗り込む直前、ふうすけくん、引かないでってはるかの声が聞こえてきてね。彼女は息を切らして走ってきて、俺に抱きついた。俺ははるかを優しく抱きしめて、大丈夫、はるかちゃん、また会えるって約束するから、と誓ったんだ。はるかは涙を拭いながら、約束だよって元気を取り戻した様子で答えてくれた。車が動き出すと、後ろの窓からはるかの姿が見えなくなるまでずっと手を振り続けたんだ。時は流れて、もう40代の始まりに差し掛かっていた。長く勤めた広告代理店を辞めて新しいキャリアを探している最中だったんだけど、なかなかうまくいかなくて今は無職だ。ある晩、ふと昔の写真アルバムを整理していた時、子供の頃に塩化層で過ごした日々の写真が目に留まったんだ。遥かと庭で遊んでいる自分の姿や、温かい料理を囲んで笑顔で話している家族の写真がね。もう一度あの場所へ行ってみたいな。そう思ったら、急にその場所へ行きたくなって、心がぐっと動かされたんだ。人生に何が足りないのか、その答えを求めて故郷へ戻ることに決めたんだ。都会のざわめきから離れて、子供の頃を過ごした静かな町で、もしかしたら心が少しは落ち着くかもしれないって思ったんだよね。もしかすると小さい頃に感じていた何かが今の俺を癒して何かを示してくれるかもしれない。もう一回あの頃の自分を探す旅に出ようかな。そんなことをブツブツ言いながら、数十年ぶりに潮見町に向かう準備を始めた。バッグには必要なものだけを詰め込んで、ゆっくりと故郷に向かう準備をしたんだ。潮見町に戻った瞬間、目の前の景色にただ驚くばかりだったよ。何年も離れてた間に、記憶の中の町と今の町が全然違って見えてね。新しい建物がどんどん建って、昔の古い商店街は今やモダンなショッピングモールに変わっていたんだ。え、こんなに変わっちゃったの？って心の中でつぶやきながら、昔懐かしい場所を探して歩いたんだ。俺が育った家があった場所も今じゃ高いアパートメントになってて、昔の面影はどこにもない。街を歩く人たちの顔も新しくて、知ってる人には誰にも会えなかったよ。子供の頃に遊んだ公園も今は綺麗に整備されてて、
昔の荒れた感じはなく、子供たちがワイワイ遊んでいる。町はすっかり変わっちゃったけど、やっぱりこれが俺の故郷だなって自分に言い聞かせるように思ったんだ。でもね、この変わってしまった町にもまだ馴染めない気持ちを抱えながら、もっと町の中を歩いてみることにしたんだ。町を歩いているうちに、なんとなくの気持ちで塩化槽の前まで来ちゃったんだ。あの昔心の支えだった旅館さ。外見はちょっと古くなった感じはするけど、まだあの頃の風格が残ってて、どこか懐かしい雰囲気が漂っていたよ。少し躊躇しながらもドアを開けて中に入ってみたんだ。中は木のぬくもりが感じられるロビーが広がっていて、その変わらない雰囲気にちょっとほっとしたんだ。そこで何かを手にしていた女性が顔を上げた瞬間、心がドキッとした。それは遥かだったんだよ。子供の頃の面影を残しつつ、大人の美しさが加わっていてね。ゆうすけ？本当にゆうすけなの？って遥かが驚きの声を上げたんだ。ああ、久しぶりだね、遥か。信じられないくらい、この町も俺も変わっちゃったよ。って苦笑いしながら答えた。遥かはしばらくの間、じっと俺を見てたけど、その後で優しい笑顔を見せてくれて。本当にびっくりだよ。ここに来てくれてありがとね。って温かく迎えてくれたんだ。もしよかったら今夜はここに泊まらない？って遥かが提案してくれて、俺はその申し出を快く受け入れた。遥かが客室まで案内してくれる間にも、旅館の今の様子が目についた。かつてはもっと賑わってたこの場所も、今はかなり寂れちゃってて、流行ってる感じじゃない状態だったんだ。客室の扉の多くが閉じていて、昔の活気はもう感じられなかったよ。客室に案内された後、遥かと一緒に夕食を食べることになったんだ。食事の場で昔話に花が咲いたよ。遥かの手料理は昔の味がして、なんだか心まで温まる感じがしたんだけど、食事が進むうちに遥かの表情が少し曇ってきたんだ。実はね、塩化槽、今すごく厳しいの。原材料費や人件費が上がってて、もう潰れちゃうかもしれないんだ。と彼女が静かに話し始めた。その言葉を聞いて胸が痛んだよ。子供の頃から知ってるけど、遥かの家族はこの旅館をすごく大切にしている。それに観光客が減っていく中で、経済的な圧力がどんどん重くなっているみたいだ。遥か、何かできることがあったら遠慮なく言ってくれよ。昔お前の家族には本当にお世話になったから、少しでも恩返しができたらいいなって思ってるんだ。って力を込めて言ったんだ。遥かはそれを聞いて少し笑顔を見せてくれて、ありがとう、ゆうすけ。でも、こんな話を持ち出してごめんね。と、ありがたいことを言いつつも、気を使ってくれていた。そんな彼女を見て、何とかして旅館を助けたいって、ますます強く思うようになった。俺が広告とマーケティングの知識を持っていることが、何かの役に立てるかもしれないと考えたんだ。翌朝、広間で俺と遥かは朝食を済ませた後、旅館の経営の課題について洗い出しを始めたんだ。遥かがいろいろな資料を持ってきて、テーブルの上に古い帳簿や書類を広げた。利用客の減少とコストの増加が本当に厳しい状況を作り出してるの。特に原材料の値上がりがね。と遥かが問題点を一つずつ挙げるたびに、その話にはどんどん重みが増していく感じだった。メモを取りながら、それぞれの問題について具体的な数字を聞いてみた。そのデータをもとに、どこをどう改善すれば効果的かを一緒に考えていったんだ。はるかは旅館の運営に詳しくて、コスト削減や収益を上げる方法を一つずつ丁寧に説明してくれた。一番の問題はやっぱり客足が遠のいていることなんだよね。と、はるかがため息をついていった。それを聞いて、ふと、いいアイデアが浮かんだよ。じゃあ
マーケティング戦略を一新してみるっていうのはどうだろう。今の顧客だけじゃなくて、新しい顧客層を狙うための新しい方法を考えてみる必要があるかもね、と提案してみた。はるかは少し驚いた表情をしたけど、すぐに考え込むようになった。それ、いいかもしれない。でも、それにはちょっとしたプロの力が必要かな、って言ったんだ。その瞬間、山口のことが頭に浮かんだよ。あいつなら、きっとこの難局を何とかしてくれるはずだ。はるかと一緒に旅館の小さな事務所で、俺は携帯を取り出して、山口に電話をかけたんだ。山口、久しぶり。ちょっと大変なことになってて、手伝いに来てくれない？と切り出すと、電話の向こうから山口のちょっと驚いた声が返ってきた。おお、ゆうすけか。何年ぶりだよ。元気だったか？急にどうしたんだ？実はな、旅館を手伝ってるんだけど、かなり厳しい状況なんだよ。なんとかしなきゃいけないんだけど、お前の力が必要なんだよね、と俺は状況を説明した。ええ、面白そうだな。じゃあ直接そっちに行って状況を見てみるよ。明日行くよ、と山口は心よく OK を出してくれた。ありがとう山口、本当に助かるよ、と感謝の気持ちを伝えて電話を切った。誰に電話したの？と遥かが聞いてきたから。山口っていう昔の仕事仲間なんだ。デジタルマーケティングのプロでね、彼ならこの旅館の宣伝をガラリと変えてくれるかもしれないよ、と遥かに説明した。遥かはちょっと不安そうにして、本当に大丈夫？いきなりそんなすごい人を呼んで、と心配そうに言ったから、俺は微笑みながら遥かの手を握って、大丈夫だって、山口は信頼できるやつだし、前にも何度か一緒にピンチを乗り越えたことがあるんだ。彼のアイデアで、ね、と力強く言った。それを聞いて、はるかも少しずつ安心したみたいで、そんなに頼りにしてる人なら、私も会ってみたいわ、と前向きな返事をしてくれた。はるかが嬉しそうに笑って手を叩いたから、俺たちはその日のうちに旅館の準備を始めて、山口の到着を待ちわびたんだ。山口が塩化層に到着してからは、すぐに旅館のいろんなところをチェックし始めたんだ。彼はあちこちを見て回って、とりあえずこのウェブサイトをがっつり見直そうか。今のままじゃ検索しても上の方に出てこないし、この旅館のいいところも伝わらないよね、と早速提案してくれた。俺とはるかは山口の指示に従って、一緒にどの部分を強調すればいいかを考えていった。山口は特に、この旅館の自然の美しさとか、提供している心地いい体験を前面に出すことが大事だよ。それが肝だね、と強調してくれたんだ。数日間、山口と一緒に新しいホームページの内容を練り上げ、彼の指導をもとで SNS 広告のキャンペーンも始めた。彼はデジタルマーケティングの知識をフルに活用して、狙っている顧客層を特定し、その人たちに響くキーワードや画像を厳選していったんだ。これで少しは変わるはずだよ、と山口が言って、新しいウェブサイトが公開された時、はるかは、本当にこれで大丈夫かな？すごくいいけど、本当に人が来てくれるのかな？とちょっと不安そうに言ったんだ。そんなはるかの手を握って、大丈夫、山口が大丈夫って言ってるんだから絶対大丈夫だよ、と励ました。山口のプロな戦略と熱意が噛み合って、塩化層に客が戻り始めたんだ。それを見たはるかがぽつりと聞いた。ゆうすけ、あなたって一体何者なの？こんなにも旅館を変えられるなんて。俺は少し笑ってはるかの質問に答えたんだ。実はね、前は広告代理店で働いてたんだよ。企画の仕事は得意だったんだ。でもね、その会社結局潰れちゃって、今は元広告マンさ。はるかはちょっと驚いたけど、すぐに俺の経験が旅館にとって大きな助けになっていることを理解してくれて。そんな過去があったなんて。でもゆうすけのおかげで
塩化層はまた輝きを取り戻しつつあるわ。って感謝の言葉をくれたんだ。でもね、はるかは山口への依頼料が心配で、山口に直接聞いてみたんだ。山口さん、依頼料はまだもらってないですよね。山口は優しく笑って。いや、もう祐介が済ませてくれてるよ。実はね、僕も今は無職で、祐介からの誘いがすごく助かってるんだ。って、はるかに教えてくれた。これを聞いたはるかは、俺が自分の財布を切り崩してまで旅館を支えてることに心から感動してくれて。祐介、本当にありがとう。あなたがいなかったら、こんなに早く旅館は立ち直れなかったわ。心から感謝するね。と、深く頭を下げてくれたんだ。塩化層の立ち直りには、みんなからの喜びもあったけど、もっと進化が必要だった。旅館の魅力をもっと広く、深く伝える方法を考えて、昔の仕事仲間、宮崎圭一の力を借りることにしたんだ。宮崎はね、写真を使ったマーケティングが得意で、特に地域の魅力をしっかりと映し出すプロモーションが得意なんだ。彼の力を借りれば、塩化層の良さをもっとたくさんの人に伝えられるようになるよ。はるかがちょっと心配そうに聞いてきた。でも、その人にも依頼料が必要でしょ？今の塩化層には。そんなはるかを安心させるように言ったんだ。大丈夫だよ。宮崎は今はフリーランスで活動していて、時間的な余裕もあるみたいだし、最初は無償で協力してくれるってさ。それに、彼とは昔からの友達だからね。了承を得てから、宮崎に連絡を取り、塩化層へ招いたんだ。宮崎が来てくれて、旅館の魅力的な部分をたくさん写真に撮ってくれたよ。その中には、塩化層の美しい自然や、地元で採れた食材を使った料理の写真もあった。宮崎のアイデアで、これらの写真は、旅館のホームページやリーフレット、SNS で使うことになったんだ。宮崎が撮った写真が、ホームページや SNS にアップされたら、その反応は想像以上だったよ。地元の風景や、旅館のちょっとした細かいところまで捉えた宮崎の写真が、見る人たちに、塩化層の魅力を新しい角度から伝えて、すごく共感を呼んだんだ。これはすごい反応だね。って、宮崎がワクワクして言うと、はるかも嬉しそうにうなずいたんだ。本当にありがとう。祐介に宮崎さん、塩化層のためにこんなに頑張ってくれて。って、はるかの顔には、久しぶりの明るい笑顔が戻っていてね。旅館のスタッフも、この変化を肌で感じて、みんなで力を合わせて、仕事に取り組むようになった。みんなの活気が戻って、スタッフの団結力もすごく増したんだ。これを受けて、地元の観光スポットやイベントと手を組んで、塩化層に来るお客さんに新しい提案を始めたんだよ。地元の農家から直送される新鮮な食材を使った料理とか、地元の工芸品を展示するコーナーとかね。これがまたお客さんからの評判がいい。特に若い人たちの間で口コミが広がって、SNS でもよくシェアされて、塩化層の名前がどんどん知られるようになったんだ。ゆうすけ、こんなに多くの人に支持されるなんて思ってもみなかったよ。って、はるかが言ったとき。それも、はるかの温かいおもてなしがあるからだよ。って答えたんだ。はるかは、ちょっと照れながら笑って。これからもよろしくね。って、力強く言ったよ。塩化層の取り組みが、地元コミュニティにどんどん受け入れられていくうちに、その影響は、思ってた以上に大きくなってね。地元の観光協会が僕たちの活動を評価してくれて、一緒にプロモーション活動をすることになったんだ。それでもっとたくさんの観光客がこの辺りに来るようになって、塩化層にもいい影響が出てきたんだよ。おかげで予約がどんどん入ってきてます。これも祐介や山口さん、宮崎さんのおかげです。って遥かが感謝の言葉を述べるたびに、俺も心の中でほっとしてた。SNS やホームページでの取り組みが功を奏して、塩化層のことを知る人が増えていったんだ。特に、インスタグラムにアップした宮崎の撮った地元の美しい景色や、旅館の居心地のいい空間の写真が、いいねをたくさんもらって、
フォロワー数もぐんぐん上がっていったんだよ。それに地元の野菜を使った料理イベントも地元民にも観光客にも好評でね、旅館に何度も足を運んでくれる人が増えて、結果的に従業員を増やすことにもなったんだ。はるかは地元の人たちをどんどん雇って地域経済にも貢献するようになった。これらの成功が認められて、地元の新聞やラジオでも塩化層のことが取り上げられるようになったんだ。はるかが、新しいことに挑戦して本当に良かったです。みんなのおかげで塩化層がまた輝きを取り戻し始めていますって感謝を込めて言うのを聞いて、俺もこの仕事にやりがいを感じたんだ。そしてこれからもはるかの隣で力を尽くしていこうって改めて決意したんだよ。塩化層が少しずつにぎわいを取り戻していく中で、山口と宮崎にちゃんと感謝の言葉を伝える時間を持ったんだ。二人が手を貸してくれたおかげで塩化層にまた客が戻り始めてたからね。でも心の中にはまだ重い気持ちが残ってて、真剣な顔で話し始めたよ。山口も宮崎も本当にありがとう。けど過去のことちゃんと謝ってなかったよな。俺のせいでみんなが偉い目に遭っちゃって本当に申し訳なかった。で深く頭を下げたんだ。そんな俺をはるかがちょうど見てたんだよ。俺が何か大事なことで謝っているのを聞いて、彼女も何か深刻なことがあるのかって真剣な顔で尋ねてきたんだ。ゆうすけ、今の何があったの？はるかの突然の質問にちょっと戸惑いながらも答えたんだ。それはね、って言いかけて、でも言葉を続けるのをやめたんだよ。はるかの心配そうな顔を見て、彼女を悩ませたくないって思ったから。大丈夫だよ、はるか。それは俺の問題だから、君を悩ますようなことじゃないんだ。はるかはなんとなく納得したようだけど、まだ何か言いたげに俺を見つめていたんだ。ゆうすけ、私はもう十分に恩返しされてるから。だから、今度は私が何か力になりたいの。はるかのその真剣な言葉に、俺はちょっと戸惑いつつも感動したよ。はるか、そんな風に言ってくれて本当にありがたいよ。でもこの問題ちょっと複雑でね。私たち幼なじみでしょ。だからゆうすけが抱えてることなら何でも受け止める準備はできてるわ。隠さないで何でも話してね。山口と宮崎が俺がなかなか口にできなかった過去の出来事を静かに語り始めたんだ。俺はその場でただ黙って聞いてるしかなかった。山口がゆっくりと言葉を選びながら話し始めた。ゆうすけ、君がまだ話したくないのは分かってる。でも、はるかさんには話しておいた方がいいんじゃないかな。そして、宮崎が続けたんだ。実はね、僕たちが働いていた広告代理店が潰れたのは、社長がやってた不正をゆうすけが見つけて告発したからなんだ。その結果、社長は逮捕されたけど、会社は経営破綻してしまったんだよ。俺は彼らの言葉にただうなずくことしかできなかった。その決断が多くの同僚に影響を与えたことは、今でも心に重くのしかかってる。山口も宮崎も俺の重たい過去に対して励ましの言葉を投げかけてくれたんだ。それで彼らはその決断を支持して、勇気ある行動を称賛してくれるんだ。ゆうすけ、お前は正しいことをしたんだ。それで多くの人がこれ以上の被害に遭うことが防げた。自分を責める必要はないよ、と山口が力強く言う。宮崎も同じように感情を込めて話すんだ。ほら、ゆうすけ、みんなお前のことを理解してるし、誰もお前を責めてない。自分の行ったことに自信を持てよ。彼らの言葉に心から感謝すると同時に、長い間抱えていた重荷が少しずつ軽くなっていくのを感じたんだ。はるかは話を聞いた後、一瞬静かになって深いため息をついたんだ。そして彼女はじっと目を見つめて静かに言葉を紡ぎ出したよ。ゆうすけ、
あなたが過去にどんな選択をしても、私はあなたを責めないわ。あなたの行動が多くの人に影響を与えたってのは事実かもしれないけど、それにはちゃんと正しい理由があったんでしょ？だからね、私はあなたを支えたいの。はるかがそう受け入れてくれることがどれだけ心強いか、その瞬間に改めて感じたんだ。彼女の受け入れによって過去の重荷からちょっと解放されて、前を向いて進む勇気が湧いてきたんだ。一方で塩化層の経営はついに安定した軌道に乗り、目を見張るほどの改善を遂げたんだ。わずかな期間で旅館の予約は半年先まで埋まるようになって、それは俺たちの取り組みが実を結んだ証拠だったよ。ある日、はるかは俺と山口、宮崎を呼び寄せて心からの感謝の言葉を伝えたんだ。本当にありがとうございます。皆さんのおかげでこの塩化層に新しい命が吹き込まれました。今日のこの成功は、ゆうすけ、山口さん、宮崎さんのおかげです。って彼女は言って、その瞳は感謝で潤んでいたよ。彼女の言葉に心からの喜びを感じて、はるかの旅館がこれからも繁栄していく未来を強く信じていたんだ。彼女の笑顔がこれまでの苦労をすべて報われたように思えたよ。塩化層の経営が安定して、数ヶ月経ったある日、はるかがそっと手を取りながら、ゆっくり息を吸い込んで、言葉を紡ぎ始めたんだ。ゆうすけ、今までありがとう。一緒に頑張ってくれて。声はちょっと震えてたけど、その目は揺るぎない決意で満ちていた。ゆうすけが偶然でもいい、あの時ここに戻ってきてくれて、本当に嬉しかったの。そして、これからもずっと一緒にいたいと思ってるの。それが私の一番の願い。その瞬間、俺の中で何かが弾けたような感じがしたんだ。はるかと過ごした日々、彼女がくれた支え、これからも一緒に歩んでいく未来への確信が心を満たしたよ。はるかの手をしっかり握り返して、感謝の気持ちを込めてこう言ったんだ。はるか、俺もだよ。はるかと一緒にいられることが俺の最大の幸せだよ。多分あの日ここに導かれたのは運命だったんだろうね。はるかの目から涙がこぼれたけど、すぐに優しい笑顔に変わったんだ。数日後、俺たちが決意を固めた後、塩化層の庭で結婚式を挙げることになったんだ。式は小さくても本当に心が温まるものだったよ。参加してくれたのは旅館のスタッフや以前一緒に働いた元同僚たち。みんなが祝福してくれる姿を見て、俺たちは本当に感謝したんだ。式の途中でね、ふと昔を思い出して、自分が会社を潰すきっかけを作っちゃったことを自責の念に駆られた。自分の行動が他の人たちに迷惑をかけ、会社に大きな損害を与えたという罪悪感がずっと心に残ってたんだ。でもね、周りを見渡すと、支えてくれる人たちがみんな笑顔で、俺の当時の決断を否定する人は誰一人いなかったんだ。実際、会社の不正が公になって真実を知ったことで、多くの同僚が新しい選択をする機会を得たんだよ。そう考えると、あの時の行動は間違ってなくて、必要なことだったんだって思えるようになったんだ。みんなの祝福の声に包まれて、過去にとらわれずに前を向くことができたんだ。俺が会社に与えた困難は自分の責任だけど、正しい選択をしたことに間違いはなかったからね。これからは遥かと一緒に新しい人生を築いていくんだ。二人で支え合いながら、これからを楽しく歩んでいくんだよ。結婚式の後、ほんの少しの静かな時間を過ごしながら、これまでの道のりを振り返ってみたんだ。塩化層を再生するために一緒に頑張ったことで、はるかとの絆はもっと深まったよ。子供の頃の遊び友達が、今は人生を共にするパートナーとしてそばにいてくれてるんだ。俺たちが経験したことから学んだ大切なことは、受けた恩は決して忘れずに、
できる限り恩返しをするってこと。塩化層で働くことにしたのも、子供の頃に遥と彼女の家族から受けた愛情を返すためだったんだ。そのおかげで彼女との関係がまた花開いて、結婚っていう形で絆が深まった。運命だと思わずにはいられないよ。今こうして新しい生活を始められることが本当にありがたい。これからの人生は常に感謝の気持ちを忘れずにいたいね。子供の頃からの親友である遥とこれからも支え合って一緒に年を取っていく。未来は明るく希望に満ちている。この経験を通じて人生の大切な瞬間で過去の選択がどんな影響を与えるかを学んだ。正直さと勇気を持って正しいことをするのがどれだけ重要かってことがよく分かったんだ。確かに俺の選択が一時的に多くの同僚に困難をもたらしたかもしれないけれど、真実を明らかにし、結果として多くの人の人生を良い方向に導いたと信じている。間違いを犯すことは誰にでもあるけど、それを認めて向き合うことが真の成長につながるんだ。俺と遥の物語は過去にとらわれず前を向くことの大切さを教えてくれる。困難に直面したときに一歩踏み出す勇気を持つことの助けになればいいと思う。真実と誠実さを武器にどんな障害も乗り越えていけるって信じてほしい。それが俺たちが学んだ最も貴重な教訓だよ。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。そろそろ結婚しようと思うんだ。今度その子を家に連れてこようと思う。僕が結婚の報告をしに実家へ行った時のことだ。結婚というワードに両親は違和感を感じる反応をした。喜んでくれているのに何かを隠しているような、なんとなく怪しさを含んだ反応だった。よかったわね、素敵な人が見つかったのね。心ここにあらずな母の言葉を不思議な気持ちで受け入れる僕。疑問はあったものの、ひとまず気にしないことにした。その日の晩、僕は母に連れられてタンスの前に。そこで驚愕の事実を知らされた。まさか本当に。僕の生い立ちにはある秘密が隠されていたのだった。僕の名前は桜井克也、血液型は O 型、仕事は IT 系の会社に就職しており、それも早8年が経とうとしている。若干おじさんの仲間入りを果たしかけている年齢だが、見た目が童顔なおかげでまだお兄さんと言われることの方が多い。趣味はギターといってもギター歴はまだまだ浅くて、本当に趣味程度のたしなみって感じだけど、きっかけは実家に置いてあったギターを興味本位で触ってみたことだ。それが思いのほか楽しくて、休日はギターの練習に勤しんでいるのだった。ところでそのギターなのだが、ずっと昔から実家にあったにもかかわらず、いまいち誰のものかはっきりとしないのだ。誰も触らないから最初は物置で埃をかぶっていたし、弦もだいぶ傷んでいた。それをきれいに磨いて弦を張り替えるなどすると、重厚感を感じる輝きを放つようになったのだが、それでもかなりの年季物といった印象の否めないギターだった。おそらくだけど、僕の予想ではこのギターはもともと父のものだったのではないかなと思う。僕はずっと昔、幼い頃は父と二人で住んでいたのだ。いや、正確には住んでいたような気がするという方が合っているのかもしれない。なんとなくおぼろげながらの記憶はあるのだが、小さい頃の記憶がとても曖昧なのだ。あまりにも幼い頃の話だから仕方のないことなのかもしれない。母親からは、お父さんは克也が5歳の時にお空に行ってしまったのよと聞かされて育った。しかし幼い僕はその言葉の意味を完全に理解するのが難しかったようだ。特に小学校低学年の頃はそれが理由でよく母を困らせたりした。何でも小さい男の子にとって
力いっぱい遊んでくれるお父さんがいないのは少し辛いことだったのだ。友達との会話で父親との話も出てきたりするからなおさらだった。そんな時は家に帰ると母に、パパ帰ってこないの？いつ帰ってくるの？と聞いたりした。すると母はいつも申し訳なさそうな顔をしながら僕を抱きしめながら、ごめんね、寂しい思いをさせちゃって、と言っていた。そんな母なのだが、実はものすごく美人。とてもスラッとしており、スタイル抜群で可愛らしい人なのだ。小学校の時は授業参観に来ると、その可愛らしさやスタイルの良さが目立って、友達に羨ましがられたものだ。母さん何歳？と聞かれることはしょっちゅうあること。みんなから羨ましがられることは、僕にとっても嬉しいことであり、優しく可愛い母はいつも自慢だった。また母だけでなく祖父母もかなり僕を可愛がってくれていたように思う。ちょくちょく家に遊びに来てはおもちゃや果物を買ってくれたりした。特に祖父はいつも僕の要望に付き合ってくれた。かけっこからキャッチボール、ある時は泥団子作りまで、本当に幅広く遊んでくれたものだ。幼い僕にはそれがとても楽しくて、祖父母が遊びに来る日が待ち遠しくて仕方がなかった。だから父親こそいないが、トータルで見れば、家族のみんなから愛情をものすごく注いでもらいながら育ったと思う。しかもありがたいことに小学校でも、片親なことをからかってくる嫌な奴は一人もいなかった。僕の周りはみんな優しくていい人ばかり。本当に恵まれていると思う。5歳以前の記憶は曖昧だけど、確かな記憶は全部楽しいことばかりなのだ。その事実で僕は十分。こんな素敵で良い環境で育ったおかげで、僕は自他ともに認める明るい性格に育ったのだった。そんな幼少期時代を過ごしていた僕だが、ある時大きな変化が起きた。14歳になる年の時、母が再婚したのだ。新しい父親は桜井勉さんという人。この時を境に僕の名字も桜井になった。実はこの勉父さんは僕が小学5年生くらいからたびたびお家に遊びに来ていた人だった。背が高くて話が面白くて、いつも愉快な楽しい人である。本当は母と勉父さんはすぐにでも結婚を考えていたようだが、そこは思春期の僕のことを優先しようという話になったらしい。いきなり家族になるのではなく、徐々に会う機会を増やすことで、ゆっくり慣れさせながら交友関係を築いてくれたようだ。実際、遊んでもらったり、おもちゃを買ってもらったり、一緒に犬小屋を組み立ててみたり、そんな触れ合いながらの数年を送ってくれたおかげで、勉父さんとの生活に慣れるのはすぐだった。思春期真っただ中にもかかわらず、すんなりと父さんと呼ぶことができたくらいだ。きっとこれは母のおかげだろう。再婚してからも母はこれまでと変わらず目に見えて愛情を注いでくれた。新しいお父さんができたことで孤独を感じることは全くなく、むしろより楽しい家族ができて、僕は嬉しい気持ちでいっぱいだった。とはいえ当時の年齢はいわゆる反抗期というタイミング。やることなすこと全部がなんとなく照れくさくて、つい反抗してみたくなる年頃だったのだ。僕も友達と一緒に夜にカラオケに行ったり、コンビニで用もないのにたむろして喋っていたりした。しかしそんなことがあると、二人は僕をみっちりと叱ってきた。特に勉父さんの方が最後は半泣きになりながら、危険なことは絶対にしちゃダメだ、と説いてくれたのだ。二人の説教が心配によるものだというのが心底伝わり、怒られているのに胸が温かく包み込まれているような気がした。こんな感じで家族の形が変わってからも、僕は二人の愛情を十分に注がれて育った。愛されている、そんな自覚を確かに持っていた。やがて母と勉父さんの間には子供が生まれた。男の子だ。僕にとっては弟になるその子供の名前は、ケンヤと名付けられた。僕の名前が勝也で、弟の名前がケンヤ。同じ漢字を使い、響きも似ている。だから正直この名前になったことが僕にはびっくりで仕方がなかった。
だっていかにも弟っぽい名前ではないだろうか。僕たちは確かに異父兄弟とはいえ年齢差もものすごく大きい。それに勤父さんにとっては初めての子供なのだ。勤父さんの名前を継承して守るとか悟るとかそういう名前になるんじゃないかと予想していた。けど勤父さんは賢也を選んだのだ。これは僕への愛情そのものではないだろうか。というよりそもそも勤父さんの中では言うまでもなく僕が自分の子供になっているのかもしれない。本当の子供同然として接してくれる勤父さんのためにも今度は僕が弟をたっぷり愛してやりたいと思った瞬間だった。そもそもこの出産母にとってはかなりしんどいものになっていたらしい。いくら見た目が若くて綺麗とはいえ年齢を重ねてからの出産なのだ。しかも弟は 3700g の体重で比較的大きな赤ちゃんだった。難産だったのはもちろんのこと、生まれてからも家事と育児に追われ大忙しの日々になった。そんな大変な母に代わって僕はできる範囲で家事をしたり弟のおむつを替えたりした。率先してお兄ちゃん業を行っていたのである。慣れないことばかりだったがどれもが新鮮なこと。無邪気で無力な弟が僕に伸ばしてくれる小さな手のぬくもりを感じて守ってあげたいなんて感じたりした。若干の反抗期もパタリと収まったのもこの時な気がする。お兄ちゃん業は僕にとってとても楽しく幸せなものだった。そんな僕を両親は自慢のお兄ちゃんだと言ってくれる毎日。桜井家はますます笑顔があふれる家になっていった。そして時が流れて今に至るということなのだが、30歳を目前にした僕は今新たなステージに登ろうとしている。ついに僕も結婚を決めたのだ。相手は職場の後輩の明美ちゃん。3年付き合ってそろそろ結婚を意識し始めた僕はこの前プロポーズをし終えたばかり。海が見えるレストランで結婚しよう、ずっとそばにいてほしいと言った僕に、明美ちゃんは目をうるうるさせながらよろしくお願いしますと言ってくれた。僕は社会人になってからは実家を離れて都会に住んでいるのだが、結婚するからには彼女を実家へ紹介しに行かなくてはいけない。しかも最近忙しくて帰省もあまりできていなかった。だからいきなり明美ちゃんを連れて行くのは少しためらわれた。まずは僕が結婚するという報告だけしに行くのも悪くないのではと思い、ひとまず僕一人だけで土日に実家に帰ることにしたのだった。ただいま。久しぶりの実家の匂いを思いっきり吸い込みながらドアを開く。学生時代は開いたドアから漂う香りでその日の夕飯を予想したりしたっけ。おかえり、久しぶりじゃない。どうやら全員が揃っているらしく、みんな笑顔で出迎えてくれた。久しぶりの顔ぶれに僕はそれだけで胸がいっぱいになった。特に弟の賢也ももう中学生、大きくなったと実感する反面、僕が久しぶりに帰ってきたことに対して大喜びの様子は昔から変わっていない可愛さにあふれていた。で、どう最近は、仕事は順調？母が僕の好きな甘さのコーヒー牛乳を机の上に置きながら聞いてくる。僕はそれを飲みながら、まあ変わりなく順調だよと答えた。その返事を聞いた母はとても嬉しそうに笑っていた。賢也もね、中学校楽しいのよね。部活も頑張っているわよ。いいことだね。部活は野球部だっけ？ええ、コーチには次期キャプテンを期待しているから頑張れって言われてるのよ。おお、そうなんだ。それはすごい。キャプテンになった暁にはみんなで試合を見に行かないとな。大きく生まれた弟はそれからも順調に育っていき、今でもしっかりとした肉付きだ。運動神経がいまいち良くなかった僕は次期キャプテンとまで言われている弟に尊敬の眼差しを向けた。こんな感じでみんなで近況報告がてら雑談をした後、僕は何気ないトーンで今回の帰省の意味を伝えた。あのさ、僕結婚しようと思うんだよね。え？あまりに予想外の言葉だったのか、母だけでなく
つとむ父さんも驚きの声を上げる。そんなに驚く？僕ももう30歳だからさ。昔一回ちょっとだけ話したことあるんだけど、そのこと今も続いてるんだ。結婚したいと思う優しい子だよ。今度連れてきたいと思うんだけど、いいかな？そう話す僕のことを両親は真剣に見つめながら聞いている。僕は思いのほか真剣なムードが流れたことに驚くと同時に、少し違和感を感じた。そうなのね。よかったじゃない。素敵な子に出会えたのね。嬉しいわ。結婚の話自体は喜んでいるらしい母だが、どこか心ここにあらず。勤む父さんも絶妙に微妙な顔をしており、二人とも何か隠し事をしているような感じだった。何を隠しているんだろうか。まさか両親の間にさらに弟か妹でもできたタイミングだったのか。そんなわけないよな。いや、それはそれでいいことなんだから言ってくれていいんだけどさ。考えれば考えるほどこの違和感の意味が分からず混乱していく頭。しかしここで僕の持ち前の能天気さが発動するのだ。どうせ両親のことだから悪い隠し事をしているのではないだろう。せいぜい僕に紹介したい女の子がいたとか、そんなことに違いない。もしかしたらそもそも違和感さえ思い違いだったのかもしれないしな。楽天的な僕はこの違和感を特に気にすることをやめ、久々の家族とのディナーを楽しむことにしたのだった。そして夜、弟が寝た頃なので時間は23時頃だと思う。母がテレビを見ている僕の肩をトントンと叩き、ちょっとついてきてと言った。なんだろう、そう思ってついていった先はタンスの前だった。そのタンスを開き、大事にしまってあるものの中から一つの箱を取り出す。若干色あせた、それは小学校の頃に使っていたお道具箱くらいの大きさの箱だった。この中身見たことないわよね。僕はうんうんとうなずく。それを見た母はゆっくりとその箱を開け、一枚の紙を取り出した。そしてその紙を僕の方に差し出した。これ見てくれる？そう言われ受け取ったのは僕の戸籍だった。なぜ戸籍？意味が分からず受け取ってその紙を覗き込んだ瞬間、僕はますます意味が分からない状況に陥った。どういうこと？父親の欄には亡くなった父の名前があったのだが、母親の欄には知らない女性の名前があったのだ。母さん、これどういうこと？思わず震えてしまう声を抑えながら、僕は恐る恐る母の顔を覗き込んだ。母はごめんねと一言言った後、ハラハラと涙をこぼし始めた。僕は何度も紙を見返す。しかし書かれていることは変わらない。僕の名前があって、亡くなった父の名前があって、知らない名前がある。母の名前は両親の欄にはなかった。そんな僕を見て泣きながら母が僕を抱き寄せる。そして衝撃の一言を言った。お母さんは勝也の本当のお母さんじゃないの。この言葉と戸籍が示す事実が一致しているにもかかわらず、頭が追いつかない僕。呆然としながらもう一度戸籍を見ると、母の陽子という名前は父親の姉だと表記されてた。黙っていてごめんなさい。これまでずっと黙っていたことを謝る母。反応ができないでいる僕に母は心の内を明かしてくれた。もし私が本当の母親でないことがあなたに知られたら、勝也が離れていっちゃうかもしれないと思うと、どうしても言えなくて。言わなきゃ傷つける日が来ると分かっていたけど、言った瞬間も傷つけてしまうのが怖かった。勇気が出なかったの。ごめんね。そう言われて僕はやっと口を開いた。頭が考えるより先に口をついたのは、離れたりしないよという言葉だった。ずっと育ててくれたのは母さんだ。離れるはずなんてないよ。そう言うと母は
ますます涙があふれるばかり。僕はその涙を拭いながら、詳しい話を聞くためにタンスを後にした。母が泣きながら話してくれたのは、おおよそこんな内容だった。僕の本当の母親は、本当の父親の幼なじみの女性。二人は誰もが羨むお似合いのラブラブカップルだったそうだ。しかし母親は、僕を産んだ日に出血多量で亡くなってしまったらしい。残された父親は悲観に暮れながらも、一人で僕を育てていくことを決意したということだった。でも、ただでさえ慣れない育児の上に、シングルファーザーでしょ。毎日ドタバタでね。勝也のことも、保育園に預ける時間がすごく長くなっちゃってたの。そんな父親を見かけて、父親の姉である陽子さん、いや、母さんも時々手伝いに来ていたそうだ。幼い頃の記憶があやふやな僕は、どれも初めて知るエピソードばかりだった。しかし、そんなバタバタな日々を送る中、さらなる悲劇が起こった。僕が5歳になるとき、必死で子育てしながら働いていた父親が、過労でダウンしたのだ。現場で倒れ、救急車で緊急搬送。そのまま、帰らぬ人となった。それからは本当にいろいろバタバタで、いろいろ家族で話し合った結果、勝也のことは、おじいちゃんおばあちゃんが引き取ることになったの。でもね、母は遠くを見つめている。その目は昔を懐かしんでいるようだ。僕は黙って、その言葉の続きを待った。あなたがね、言ったの。お葬式の時に私に向かって、お母さんって。どうやら当時の僕は、そう言って母さんに甘えたようだ。もちろん僕には記憶のないことなのだが、それがきっかけで私はあなたを育てていこうと決意したの。弟もあなたの本当のお母さんも本当に勝也のことを愛していたのを私は知っていたからね。だからあなたに父親も母親もいないと思わせたくなかった。せめて母親だけでも存在していてあげたかったの。そうか、そうだったんだ。うん、それであなたを引き取って私が母親になったってこと。あなたは本当に可愛くてとっても懐いてくれて、いつの間にか本当の母親だっていう母性が芽生えてしまったの。そうするとどうしても本当のこと言えなくてね。なるほど、そういうきっかけで今に至るということなのか。なぜ黙っていたのか、はじめは疑問でいっぱいだったが、話を聞けばなんだか納得できるような気がした。優しい母らしい行動の結果という感じがしてならなかった。実際母は実母ではないにもかかわらず、人生をかけて僕を育ててくれたのだ。それがわかるからこそ、母の話を聞いても怒りなんて湧くわけがなかった。むしろ改めて感謝でいっぱいになった僕は、泣きながら今まで本当にありがとうと伝えた。それを聞いた母はまた号泣。僕たちは明け方まで泣きながら感謝と思い出話に花を咲かせたのだった。あ、そういえば一個聞きたいことがあったんだ。あら、なに？物置に置かれていたギターなんだけどさ、あれって本当のお父さんの？僕2年くらい前に物置から持ち出しちゃったんだけど。ああ、そうだったの。でも違うわ。あれはね、本当のお母さん、ユミちゃんのギターよ。あの子ね、ギターとかピアノとか、音楽がとっても好きだったの。すごく上手に弾いていたのよ。まさかの回答。てっきり父のものだと思っていたから、この回答は衝撃的だった。でも、親の残したものであることは変わりない。なぜか惹かれて手にしたギターには、こんな真実が隠されていたのだ。数十年越しの本当の母からのプレゼントのような気がして嬉しくなった。そして同時に僕は心から思った。これから新妻になる明美ちゃんともっともっと帰省しに来よう。そうすることが育ててくれた両親への少しでもの恩返しになるはずだ。さっきも言ったけど改めて言うね。今度彼女連れてくるからね。うん、
もちろん克也が選んだ子だから間違いなく素敵な子なんだろうね。早く会ってみたいわ。うん、素敵な子なんだけど、ここだけの話、ちょっと母さんに似てる子だよ。明るくて可愛くて、いつも僕を笑顔にしてくれる子。もう、あなたって子は、そういうことは結婚式で言うのよ。早くから泣かせにかからないで。泣きながら、でも笑いながら、僕らの夜が明けていったのだった。それとは別に、新たに発覚したことが一つある。それは、僕の幼い頃の記憶についてだ。僕が5歳以前の記憶があまりないのは、年齢が幼かったからというだけではないそうだ。どうやら記憶の欠落は、保育所がブラックだったことが理由らしい。0歳の時、なんとか空いていた保育園に入れてもらえたのだが、そこの先生たちが厳しくて厳しくて、しつけと称して結構な怒号が当たり前のように飛び交っている保育園だったそうだ。そこではきっと僕もかなりひどく怒られていたに違いない。幼い僕にはあまりに怖い出来事がたくさん起きていたため、自然と記憶に蓋をしてしまったということだった。それに加えて家族の記憶の中に母の陽子がいたりいなかったりするのだ。家族の記憶が混乱しているのも問題だった。これらの2つの要因がきっかけで、5歳以前の記憶があやふやになっているようだ。昔の自分にそんな過去があったなんて、本当に驚きでいっぱいだった。とはいえ、それらはもう過去のこと。今は幸せな家庭があり、仕事もあり、愛する新妻もいるのだ。幼い頃の記憶があまりなくても特に困ることはない気がした。やはりここでも前向きな性格の僕。それがなんだか僕らしいと思った。それに加えて、あの事実を知って以来、僕の中で新しい願望が大きくなりつつあるのだ。それは今現在困っている幼い子供たちを助けてあげたいということ。僕みたいに記憶が欠落する子がいてほしくなかった。そんな胸を僕は新妻である明美ちゃんに伝えた。なんかさ、子供たちの心の助けになることはできないかな。楽しい時間をプレゼントしたいなって思ってさ。妻は少し考えた後、それならと答え始めた。じゃあ読み聞かせとかはどうかしら。詳しく聞いてみれば、妻は学生時代朗読サークルに所属していたらしい。子供たちへの読み聞かせの経験もあるらしく、案外みんな楽しく聞いてくれるとのことだった。それは確かにいいアイデアかもしれない。何もいい案が思い浮かばずモヤモヤしていた僕は、妻のこのアイデアにスカッとした爽快感を感じた。よかったら一緒に始めない？僕は朗読も読み聞かせも初心者だからさ。経験者の明美ちゃんに教えてもらいながらできるなら心強いんだけど、どうかな？それに対して彼女は、いいわね、と言って大きくうなずいてくれる。こうして僕は新しいチャレンジにワクワクした気持ちを募らせていったのだった。それから数週間後、僕たちは近所の保育園での読み聞かせボランティアに参加することになった。最初は緊張もあり、うまく朗読できないことにストレスがたまった。しかしそれでも真剣なキラキラした眼差しでこちらを向いてくれる子供たち。そんな彼らの眩しい笑顔は本当に癒されるものだった。妻は学生時代の経験を生かして僕に的確なアドバイスをくれている。ちょっと読み方を変えるだけで全然違ったニュアンスになるのが読み聞かせの楽しさかもしれない。妻に朗読のコツを教えてもらいながら、僕は少しずつ上達していくのが自分でも分かった。はじめは人助けとして始めたこのボランティアもいつしか楽しみなものに変わっていった。実際は仕事とかが忙しかったのもあり、ボランティアに参加できるのは月2回ほどなのだが、それでもこの朗読の日が僕たち夫婦の楽しい共通趣味となっていったのは確かなことだった。じゃあ今日は私、お母さんとランチに行ってくるからね。そう言って出かける妻。 IT 系に勤めているので家でテレワークをしている僕はお留守番だ。新妻の明美ちゃんと母の仲は想像以上に良好なものになっていた。妻は僕の生い立ちや過去を全部知った上で、母や勤む父さん、弟とも仲良くしてくれている。なんといっても彼女は僕と同じくらい陽気で明るい人柄なのだ。
彼女特有のコミュニケーション能力の高さゆえの結果だった。改めてそういったところが彼女の好きなところだと実感した。反対に僕も当然のことながら妻のご両親と仲良くさせてもらっている。特に妻の父、義理のお父さんとは趣味もあってかなりいい関係を築けていると思う。今度僕と妻、そして双方の両親の6人で近場の温泉に日帰り旅行に行く予定だ。結婚前も結婚後も何度か親族が集まって食事をしたりしたことはあるけど、ずっと一緒にいるイベントを開催したことはない。日帰り旅行は今回が初めての試みだった。僕らはワクワクしながらその日を待ち望むのだった。そして日帰り旅行当日、お天気にも恵まれ晴れて温泉日和の中の出発となった。全員多少の緊張が見られるものの、ワクワクを隠しきれない様子。中でも母は一番はしゃいでいて、あちこちに広がる秋の訪れに盛大に反応しながら写真に収めまくっていた。母さん、写真撮ろうか？うん、いや、私だけじゃなくてみんなで撮りましょう。そう言って母はお母さんたちにも声をかけてみんなを集める。近くを通りかかった通行人にお願いして撮ってもらった家族写真はみんなの笑顔がはじける最高の一枚になった。あ、でもこの写真にはケンヤが足りないわ。そうだね、今日はあいつ学校だもんな。今度はケンヤも一緒に旅行に行こう。すると母は、そうね、と言いながら、次は2泊くらいしたいわ、と続けた。無邪気な母らしい、可愛い要求だった。前を歩く家族たちを見ながら、僕は一番最後をゆっくりとついて歩く。そして、家族について考えてみた。自分は着せずして、平均的ではない家庭に育っていた。しかしそれってどれほど重要なことなのだろうか。実母であるかどうかに関係なく、僕にとっては母さんが母さんだ。直系のつながりではない分、奇跡を感じるくらい尊いつながりがここには存在していると思う。しかもママ父の務む父さんも心から僕を大事にしてくれたのだ。家族であることに血なんて大して重要には思えなかった。それに対して明美は昔ながらの平均的な家庭で育った子だ。普通に両親がいて家族が仲良くてちゃんと大事に育てられたことだろう。この2つの家族にそんな大きな差があるだろうか。僕はないと思う。自分の育った家庭だって親たちからの愛され度は負けてないんだぞと胸を張って言える。そう思えるのが本当に嬉しかった。2つのモデルの親の像を前に、僕と妻もそんな家庭を築くのだという気持ちを膨らませるのだった。そして季節は流れ、冬の足音が聞こえる頃、僕は両親に誘われて車に乗せられていた。何もない車道をゆっくり車で走ること30分、辺りが少し霧がかり始める中、着いたのは若干寂しさの感じるお寺だった。ここは、そう言いかけて僕ははっと気がつく。そこは生みの母が眠るお墓だった。このお墓にいたんだ、ぽつりとつぶやく僕に母が近づいて説明してくれる。結婚してすぐに亡くなったから、うちのお墓に入れるのもねってことでね。きっと知らない人ばっかりで寂しいじゃない。だから彼女の実家の方にお墓を建てたのよ。なるほど、それならつまり僕はこのお墓には初めて来たということになる。産んでもらって以来初めて母と向き合う瞬間だった。冷たい墓石の前に立つ。すると自然と口から産んでくれてありがとうという言葉がついて出た。言いたいことはたくさんあるはずなのに、全てがその言葉に集約されてしまう。それくらいこの気持ちでいっぱいだった。溢れる涙を拭うこともせず、僕は一心に母に感謝の言葉を心から伝え続けた。何と言っても自分の命と引き換えに産んでくれた実の母親なのだ。彼女が持っていた相当な覚悟と愛情を直で感じて、どれだけ感謝を伝えても足りない気持ちだった。そんな僕の背中を母が優しく撫でてくれる。そして墓石に向かって、ユミちゃん、そちらはどう？
君たちのことだから、そっちでも弟と仲良くやってるの。勝也、素敵な子に育ったでしょ。あなたたち夫婦によく似た最高の息子よ。誇らしいわね、と言った。僕はそんな母の手を優しく握る。不幸の末にできたことだとしても、僕には二人の母親と二人の父親がいるのだ。そのことに感謝しながら、この命を大事に生きていきたい。そしてこれからはこのもらった愛情を今度は家族のために使うのだ。僕も四人みたいに誰かのために生きていこう。笑顔の絶えない家庭を作り上げよう。二人の母親の前で心からそう思ったのだった。霧はいつの間にか消えた。母のぬくもりを感じるような日差しが優しく僕たちを照らしていたのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。神妙な雰囲気が漂う室内。父の葬儀場では誰もが皆うつむき、無念さをにじませた表情だった。最後まで農家として野菜に全力を尽くした父。父の最後はいかにも父の生き様そのものだった。そこへ一人の男性が現れる。葬儀の場には似つかわしくない態度で、ひときわ目立つものだった。その男性は僕たち家族の前までずかずかと歩いてくる。そして目の前に立ち止まると、香典を投げてよこしながら衝撃の一言を発した。野菜まずかったけど、礼儀だし、香典やるよ。耳を疑うような暴言の後も、男性は次から次へと暴言を吐き続けた。僕は何も言わずに、待って、その言葉を聞いていた。言いたいだけ言い終わって帰ろうとする男。彼に向かって僕は一言だけ言った。お前、人生終わったぞ。彼はこれから本当に地獄を味わうのだった。僕の名前は水崎健一、高校3年生。父である水崎俊和が営む農家の一人息子だ。生まれた時から農業に勤しむ父の姿を見てきたため、僕の農業に対する関心はとても高い。毎日学校から帰ってきたらすぐに畑に直行して父の手伝いをするのが日課だ。日に日に成長する農作物を追う日々は僕にとってとても楽しいものだった。なんといっても種を植えてから実がなるまで一日だって同じ時がないのだ。少しずつ伸びる芽や収穫できるほどにまで大きくなった野菜。それらを見て触れると、その生命力の強さをありありと感じ、生命の輝きを感じるのだった。中でも特に我が家の畑では夏野菜の生産に力を入れている。おいしくて体にいい野菜の改良に勤しんでいる日々だった。しかし、おいしい野菜を作ればみんなに食べてもらえるのかといえばそうではない。世の中は不景気なのだ。買い手としては安い方がいいというのが世の常なのだろう。我が家の少し高い野菜たちも外国産の安い野菜に押されてしまっていた。僕たちとしてもなるべく安く提供したい気持ちがあるのだけど、丁寧に味よく育てることをモットーにしている分、手間がかかってしまうのだ。そうなると、やはりどうしても高価になってしまうのが現実だった。しかも厳しいことに、最近では新種の研究開発費用が回収できずに赤字続きになっている。
この赤字をどうにかして黒字転換しようと、父の俊一は寝る間も惜しんで働いていた。お父さん、最近全く休めてないわね。そうだね。このままじゃ体を壊してしまわないかな。あまり無理をしないでほしいものだけど。僕と母は働き詰めの父の体をとても心配していた。体を酷使しているのは日を見るより明らかだった。無理しないで、たまに休んで、という僕たちの言葉を聞いた父は、そうだな、というものの、その手を止めることはなく、頑固者の父は僕たちの心配をよそに働き続けるのだった。そんな生活を続けていたある時のこと、やはり体を酷使することの弊害が出てきてしまった。体と心というのは密接につながっているのだろうか。父はついに過労のために精神を病んでしまったのだ。初めの症状は口数が減っていったことだった。普段からあまりおしゃべりでない父ではあるが、心を病んでからはめっきり口数が減った。こちらが何かを言っても大した反応を示さず、笑うことも少なくなった。いつも暗く沈んだ顔で、徐々に食欲も失っていき、ついには睡眠にも支障をきたすようになってしまった。疲弊しきった体を引きずっての仕事は本当に苦しく、正直やめたいものだったはずだ。しかし僕はまだ高校生だった。父としても高校を卒業させたい思いが強かったのだろう。身も心も疲れた状態で、父は必死で頑張ってくれていた。そんな姿を見ていた僕は、少しでも力になりたくて、むしろ一刻も早く後を継ぎたい気持ちでいっぱいだった。とはいえ、高校生という厳しい現実、どうにもできないジレンマを感じる日々だった。しかし、無情なことに、父の状況は日に日に悪化。最近では食事もほとんど喉を通らなくなってしまっていた。このままでは本当に父が倒れてしまう。そう思った矢先の出来事だった。この日も僕は、学校が終わるとすぐに家に帰っていた。家に着くと、父の手伝いをするためにいつものように畑に。しかし、畑沿いの道から見渡しても、畑の中に父の姿が見つからなかった。どこに行ったんだ？不思議に思い、畑に向かって父を呼んでみる。返答はない。嫌な予感が頭をよぎった。僕は急いで畑の中を突き進み、父を探した。すると、背が高く伸びた野菜の葉の陰に、隠れて倒れている人を発見した。それは、夏の畑の作業中に脱水症状で倒れてしまった父だった。父さん？父さん？何度呼んでも返答はない。父は熱いような、冷たいような、正気のない体温になっていた。母さん、誰かいませんか？誰か！母の助けを呼ぼうと思ったが、あいにく母はここにはいない。少しでも父の金銭的負担を減らすために、最近パートに入り始めたのだ。父の体をゆすりながら大声で助けを求める。涙がボタボタと流れ落ちて、父をゆする手に力が入ってしまう。しかし、それに対する父からの反応は一度もないままだった。僕の大声を聞きつけた近所の人が慌てて飛んできてくれて、救急車を呼んでくれた。間もなくして救急車が到着したけれど、父はすでに
帰らぬ人となっていた。弱った体で真夏に畑仕事をしていた父。脱水症状を引き起こしていたが、その時畑にいたのは父だけだった。誰にも気づかれないまま一人で亡くなってしまったのだ。父さんが亡くなってしまった。それも畑の中で一人きりで。僕がもう少し早く帰っていれば、もう少し父さんの発見が早ければ助かったかもしれないのに。僕がもっと父さんの助けになっていれば、もう少しでも楽をさせてあげれていれば。父が亡くなったショックと衝撃、父のために何もしてあげられなかった悲しみで胸が潰れそうだった。よろしくお願いいたします。失礼します。親類や取引先に葬儀の知らせを出す母。受話器を置いて母は大きく息を吸い込んだ。それは泣いている時にする深呼吸の音とよく似ていた。おお、お父さん早すぎるわよ。私たちにこんなことをさせるなんてね。そう言いながら母はこちらを向いた。目が合い、悲しげに微笑んだ母の目尻にはやはり涙が光っていた。でもお父さんはあんなところで一人で行ってしまったんだから寂しかったはずよ。葬儀くらいはみんな呼んで送ってあげなくちゃね。母はそう言って涙を拭っていた。気を取り直し、再び受話器を手に取る母。そしてある一軒のお宅に電話をかけようとしたとき、一瞬母の顔は怒りに歪んだような気がした。どうしたのだろう、見間違いか。もちろん憔悴しきっている母にどうしたのと聞くことはできない。気のせいなのかなということにして、僕も自分にできることを考えることにした。できることは少ないけど、わかる範囲で親類に電話をかけるのを手伝ったり、注文すべき葬儀用お弁当の数を数えたり、葬式の手配にこんなにしっかりと関わる機会は今までなかったから、何をするのもいっぱいいっぱいだった。葬式当日、父の葬儀は厳粛に行われた。まだ若いのに君も大変だね。お父さんが残した畑はどうする予定なんだい？まだまだ力不足ですが、僕が継ぐ予定です。そうか、大きな畑だからね。大変なことも多いと思うけど、頑張ってね。私にできることなら手伝うから行ってきてね。まだ高校生の僕のことを心配して優しい言葉をかけてくれる取引先がたくさんいた。生前の父は多くの人から慕われていたようだ。周りの人からの信頼も厚かったことがうかがえて、新しい父の一面を知れたような気がして鼻の奥がツンとなった。そんな人の温かみに触れていた時、一人の男性が葬儀場に現れた。彼は取引先の一つである料亭の店長、金光という名前の男だった。ふくよかな腹回りを踊らせながら、彼はずかずかと会場に入ってきた。その態度はまるで葬儀ではないかのような態度の大きいものだった。なんだこの人は。あまりの態度の悪さを不思議に思い、僕は彼の行動を目で追っていた。僕の視線の先に金光の姿を見つけた母は、
息を呑んだ。そして母はいきなり僕を控室の方に押しやろうとした。お母さん、何？小声で聞く僕の質問に答えず、母は僕の背中を押し続ける。しかしその手からの力は弱く、逆にガタガタと震えているのを僕は感じた。これは何か訳があるに違いない。父がいなくなった今、母を守るのは僕の役目だ。胸にそう強く誓い、僕は背中を押す母の手を優しく掴んだ。目を合わせると、母の顔はかつてないほどこわばっていた。僕は逆に母の背中を支えながら金光の方を改めて向き直った。こちらに向かってくる金光。近くで見ると彼の顔は神妙な雰囲気漂う葬儀に似つかわしくないほど嫌みたらしく歪んでいた。そして目の前に来るとまさかの言葉を僕たちに投げかけた。野菜はまずかったけど礼儀だし香典やるよ。僕はその言葉が衝撃すぎて目を見開いた。驚いて彼の目を見るとこちらを見て鼻で笑うかのようだった。そして今度は香典を投げてよこす。投げられたそれからはチャリーンと軽い音がした。あっけに取られるみんなの前で金光が口を開く。俺んところが高級料亭だからってぼったくるからこんなことになるんだよ。な、父はそんなことしてません。急に思いもよらない言葉を吐かれて頭に血が昇る。カッとなった僕の思いも知らず、金光はさらに言葉を重ねた。値段だってどんどん上げていきやがってよ。いい野菜を作りたいとかうさんくさいったらありゃしないもんよ。大して変わらないくせに。やめてください、父を悪く言うのはやめてください。だから自業自得なんだよ。料理すんのはこっちで、俺の腕は一流なのに、ここのおっさんは野菜の用途の指示までしてきやがる。何が今日の野菜はいつもよりさらに水分量が多いのでサラダにも最適ですだ。納品時にいちいちそんなコメントうざいんだよ。普段はノリのいい陽気な男性なのだろう。勢いを味方に生きてきた金光にとって、ひたむきに野菜に向き合う利益度外視な行動は神器臭く見えていたようだ。たまりにたまった鬱憤が爆発したかのように、父を見下した発言が止まらなかった。これらの言葉を聞いて、ついに涙を流す母。耐えていたおえつはいつしか漏れて、周りに響いていた。僕たちだけではなく、周りの人も金光に冷たい視線を投げかける。しかし、金光はそんなものお構いなしで文句をどんどん重ねていくのだった。はじめはカッとなって悔しくて、今すぐにでも訂正して謝ってほしい気持ちでいっぱいだった僕も、いつしかぷつりと糸が切れたような気持ちになった。この人にかける情けなんてない。僕は金光に言いたいだけ好きに言わせることにした。反論してこないのをいいことに数々の文句を並べる金光。何も言い返さないのを言い返せないと捉えたようだ。勝ち誇った顔で、所詮野菜なんて料理人の腕にかかればどれも同じなんだよ。おっさんは大したことない自分の野菜を美化させすぎだよ。お前はそうならないことだな、と言っていた。ここまで言い切ったところで、金光は満足したのだろう。喋り終わった満足げな表情で、こちらの反応を楽しんでいた。僕は、
話が終わるのを見計らって口を開く。口から出た声は自分でも驚くほど低いものだった。お前、人生終わったぞ。たった一言、そう言って僕は金光の目を冷たく見据える。金光は僕の予想外の反応に驚いた顔を見せながらも、たわごと抜かすなと返し、半笑いを続けていた。僕の言葉の意味がわからない金光は大きな足音を立てて帰ろうとする。振り返り歩み出したその時、参列者の中でひときわ目立つ見知った顔を発見した。こちらを向くその男性に対して、誰だっただろうかと少し思案する金光。そして次の瞬間、はっと思い出した様子の彼の表情が一転した。何かに焦り始め、確実に顔から覇気が奪われているようだった。それもそのはず、見覚えのある男性の手にはカメラが握られていたからだ。しかもこの男性、実はテレビにもよく出るような有名なジャーナリストだった。クラチという名前も世間的にもかなり知れ渡っている方だと思う。金光もクラチの存在をテレビか何かで知っていたのだろう。目に見えて不安げな様子をにじませていた。それでもクラチのところに歩みを進める金光。目の前に行ったところで、ドスの効いた声で、追ってたのかと聞いた。それを受けたクラチは落ち着いた様子で、撮ってたというより撮ってますよ今もと返した。それを聞いた金光は、消せと言いながら録画中のカメラに手を伸ばす。まるでカメラごと地面に叩きつけそうな勢いだった。しかし大事な大事な商売道具であるカメラを有名ジャーナリストが手放すはずがない。カメラを守りながら華麗にかわしたクラチに、金光は乱暴な様子さえも撮影されてしまった。かわされた恥ずかしさも相まってか、一段と大声を張り上げる金光。お前、こんなことしてただで済むと思うなよ。訴えんぞ、この野郎。ジャーナリストは家に帰って人の荒探しでもしてろ。金光の物言いはどれも相手を見下したものばかりだ。聞いているこっちでさえ反論しそうになる。しかしそれをクラチは僕を制して静かに、でもはっきりと金光の目を見ながら口を開いた。ただで済まないのはあなたの方です。覚悟しておいた方がいいですよ。苛立ちで顔を歪める金光は、勝手にしろと言った後、ずかずかと歩き始め、入り口にある飾り花を思い切り蹴飛ばした。そして、こんなクソな葬式来てやった俺が間違いだったわと、捨て台詞を吐いて帰っていった。その様子も、クラチはバッチリ録画。彼が撮り続けていることは、誰の目から見ても明らかで、金光ももちろん分かっていたはずなのに、頭に血が上って正常な判断が下せなかったのだろう。最後まで悪態をついて帰っていった。一連の彼の暴挙に言葉を失い、顔を見合わせ合う参列者一同。クラチと目が合った僕は彼のもとに歩みを進めた。すいません、僕たちのせいでクラチさんまで。いやいや、悪いのは彼の方です。水崎さん、悔しくないですか？そう言いながら、クラチはカメラをいじり、録画の確認を始めた。そう言われて、僕は悔しさでいっぱいな胸を伝えた。一生懸命野菜を育てた父は、
一度もぼったくりをしようとしたことなんてなかった。少しでも安く提供できないか考え、消費者が美味しく食べれるように努力を重ねていたはずだ。真横でそんな姿を見ていただけに、こんな言われをするなんて微塵にも思っていなかったのだ。このままでは亡くなる直前まで頑張り続けた父が浮かばれない。言いたい放題言われてしまったことが申し訳なくてたまらなかった。それを聞いたクラチはうなずきながら優しい声で、利和さんの野菜が消費者への愛にあふれていたことはみんな分かってます。大丈夫、お父さんの悔しさは僕が晴らしますと言った。こうして気を取り直して行われた父の葬儀。あの場面を目撃していた人たちは皆、挨拶のたびに僕たち家族をねぎらってくれた。あんなことを言われた後だからこそ、生前の父の頑張りを認めてくれる人がたくさんいることを知るたびに胸がぐっとなった。参列者たちからの愛情を改めて感じて、父のことが自分のことのように嬉しく感じたのだった。そしてクラチはその日のうちにワイドショーにあの動画を販売した。理不尽な物言いに冷静に怒りを高めたクラチは容赦なく全てをさらけ出したのだ。葬儀での一部始終が世間の目にさらされることになった。テレビのワイドショーで改めて動画を見た僕は、怒りを通り越して呆れて物が言えなくなった。当時はショックで半分も言葉の意味を理解できていなかったようだ。聞けば聞くほど理不尽で、自分勝手で決めつけばかりだった。汚い言葉で父の誠意が踏みにじられていた。これを聞いた視聴者は怒り心頭。金光の店は人気料亭で、芸能人も通うお店として知られていたために余計に炎上していった。個人を偲ぶ場でこんな言い方はない。思っていることがあるなら直接生前に言うのが筋だ。料理人ファーストすぎる。農家に対してもジャーナリストに対しても自分以外の職業を見下しすぎだ。そんな声で溢れ返った金光の料亭。かつては高かったらしい評判もみるみるうちに地に落ちていった。今までは評価してくれていた人も、実は前からと手のひらを返すような始末。自分がしたことは全部返ってくるのを体現するかのようだった。そして人はそれを自業自得だと思うのだった。こうして間もない間に金光の料亭は閉店に追い込まれていった。実はクラチは生前の父が元気にやっていた頃からの知り合いだった。出会いは15年前に遡る。ちょうど父が素晴らしく甘いカボチャの品種改良に成功した時だった。このカボチャの甘みは業界や巷で結構な評判となって、料亭や出店の話が途絶えなかった。未だかつてない甘みのカボチャ。そんなキャッチフレーズで広まる噂を聞きつけたクラチが父に取材を申し込んだのだった。その取材で父の熱意に心打たれたクラチ。野菜作りへの意思をしっかりと受け取ったクラチは熱量あふれる記事を世に出した。しかし最近の不況の中では、父のようなストイックに農業に向き合う農家が減っているのが現実。こだわり抜いた野菜を作りたくても経営難が理由で実際は難しいのが現実だと知ったクラチは、現在の農業に憤りを感じていた。日本の食を支えている一次産業従事者、自分たちが不便なく美味しい食事にありつけているのは農業者のおかげだと感じていたクラチは、農家が苦しむ現状が許せなかったらしい。
ジャーナリストとしてこの現実を打破しようとしていた。そこでクラチはこの現状と農家の本音を世間に伝えることで農業者の地位をより良くしようと考えた。まずはその一歩として最近また父の農場に取材に来ていたのだった。そんな最中での葬儀、志半ばでこの世を去った父の無念と、二度とこのような不幸を生まないために、クラチは農業者の立場を改めて向上させるよう尽力しようと思っていたところだった。参列者の中でいきなり現れた態度の大きい男。彼を目で追っていると、喪主のところに行くより前に、香典なんて小銭で上等というセリフが耳に飛び込んできたのだった。友人の葬儀でビデオを回すなんて、という思いにも駆られたが、ジャーナリストとしての本能に逆らえなかった。なんといっても態度の悪い彼からは、ただならぬ雰囲気を感じ取っていたらしい。大きな足音がした次の瞬間に、クラチはビデオを構えていたのだった。騒動の最中、クラチは僕たちに会いに来てくれた。父の野菜の良さを語った後、僕にも父の姿勢を引き継いで、真摯に農業と向き合って農家になってほしいと言った。もちろん僕もそのつもりだ。父が残してくれたものを僕が全部引き継ぎ、世の中に広げていく意思を伝えた。それを聞いたクラチは、満足げに微笑んで僕の手を握ったのだった。そして今度は軽く目を伏せ、今回はこんな大事になってしまって申し訳ございません。利和さんの熱意を知っているから許せなかったんです、と言った。ありがたい言葉と行動に感謝以外あるはずもない。僕は心の底から本音を伝えた。こちらこそ、クラチさんには感謝しかありません。父の無念を晴らしてくれて、ありがとうございました。おかげで父も浮かばれたと思います。そう言うと、クラチは、だといいのですが、と言って微笑むのだった。その後僕は、宣言通り、高校卒業後は父の畑を継いだ。やはり手伝うのと、なりわいとするのとでは全然大変さが違う。一人でこの畑を守っていた父の大変さを身に染みて感じる日々だった。来る日も来る日も多くの失敗をしたけれど、何も悪いことばかりではない。昨年父と共に仕込んだ苗は、今年も大きな実を結んだし、季節野菜の収穫も順調だった。そして、クラチとも定期的に連絡を取っていた。何でも生前の父が開発途中だった水ナスの新種があるのだ。今はまだ開発途中段階だが、一旦クラチには見ておいてほしかった。実際、クラチに種を見せると、彼は懸命にその種をシャッターに収め、僕の説明を真剣に聞いていた。なるほど、水ナスですか。そうです。水ナスって水分が多くなるとどうしても水臭くなったり、旨味が薄く感じるのが課題なんです。父はそれを改善しようとしていました。確かに水ナスにはそんなイメージあります。クラチはとても熱心に話を聞いていた。少しでも消費者に作り手の気持ちを届けれるような記事を書くために奮闘しているようだった。帰り際、彼はできそうですか?と聞いてきた。もちろん簡単ではないことは重々承知しているけれど、花から諦めるつもりは毛頭ない。だから僕は、難しいと思いますが、必ず成功させてみせます、と宣言してみせた。
水分たっぷりでふわふわの美味しい水なすを絶対に成功させるから、その時はまた取材に来てくれませんか?と尋ねた僕に、クラチは笑顔で、もちろん、もちろん来させてもらうよ、と言った。そこからの僕は、普通の農作業と並行して水なすの品種改良により一層精を出した。やはり改良というのは簡単な所業ではない。失敗に失敗を重ねて少しずつ前に進む、気の遠くなるような作業だった。水なすの品種改良に着手してから数年が経とうとしていた頃、長い苦労の末、僕はついに完成させることができた。宣言通り、水分たっぷりでふわふわの美味しい水なすだった。完成して、真っ先に報告するのはやはりクラチだ。一方連絡を入れると、彼はすぐさま駆けつけてきてくれた。僕は素材の味がわかるように、普通に蒸しただけで何の味付けもしていない水なすを彼の前に出した。クラチはそれをゆっくりと箸でつかみ、口の中に入れた。そして次の瞬間、おお、うまい!ものすごい勢いでクラチが僕の手を握って上下にブンブンと振ってきた。完成した時の僕か、それ以上の興奮を持っているかのようだ。用意しておいた水なすを次々に口の中に入れ、咀嚼をしながら何度も拍手を送ってくれた。おいしい。口の中でとろけるようなふわふわ感なのに味が濃い。口残りが爽やかで絶妙。と感想の詳細を細かく教えてくれたクラチ。彼的にはここまでの出来だとは想像をしていなかったようだ。僕的にも想像以上の出来栄えに感無量だった。この水なすはいつから販売予定?と聞かれたので、すぐにでも、と答えておいた。父と僕の共同作品でもあるし、何よりこだわり抜いた水なすを早く消費者の手元に届けたくて仕方なかった。この試食会の後、クラチはこの取材をすぐさま雑誌で紹介した。長年僕たちの研究を追っていたクラチは、いつでも記事をリリースする準備ができていたようだ。密着の末獲得した最高の水なすを独占的に紹介することができて、クラチも嬉しいと言っていた。この紹介により、僕の水なすはあっという間に噂になった。なんといってもクラチはやはり腕利きのジャーナリストだ。雑誌の記事の信頼度も高ければ人気も高い。そこで独占紹介をするほどの水なすなんだからよっぽど美味しいのだろう、ということで話題になったのだった。もちろん僕の水なすはその期待を上回ることがあっても裏切ることは絶対にない。その自信だけは確かにあった。記事を読んで購入してくれた人が美味しさを体験し、さらに口コミを広げていってくれた。こうして、僕たちの農場はあっという間に全国からの注文が殺到するようになった。そんなある日のこと。この日は水なすを都内の料理店に納品に行った。高級料理店らしく落ち着いて綺麗な佇まいの店内だった。時刻はまだ朝の8時半。12時オープンの料理店なので、料理人たちが出勤するには少し早い時間だ。静かな店内は納品を受け取る店番一人だけだった。しかし、店の前には入り口をきれいに掃除するおじさんがいた。この人たちのおかげで、こんなに綺麗な店内が保たれるんだろうな、
何気なくそんなことを思いながらおじさんの顔を見た。あれ、この人は。確かに見覚えのある顔。それは忘れたくても絶対に忘れることのできないだろう顔だった。遠目からではわからなかったが、よく見るとそのおじさんは例の金光だったのだ。彼は自分の店を畳まざるを得なくなった後も悪名が広まってしまっていたので、新たな出店をすることも料理人として働くこともかなわなかったようだ。レストランなどの掃除のバイトを掛け持ちしている毎日らしい。金光の現状は気の毒なところもあるが、僕にはどうしようもない。父を見下していただけならまだしも、彼は料理人を支えるすべての職を見下していたのだ。自分の腕がすべて、所詮農家なんて、そんな考えに支配されていたのだろう。今回のことは食材を扱う者としての心得がなってないと判断されての結果だった。僕は何も言わずにおじさんの横を通り抜ける。相手が僕のことに気づいていただろうか。当時は高校生でまだ幼かったから、十分大人になったら今の僕を見ても全然気づかないのかもしれない。けどもうそんなことはどちらでもいいような気がした。料理店を後に家に帰る車の中で、僕は自分の現状を俯瞰してみた。いろいろ大変なことも苦しいこともあったけど、今の僕たちの農場の経営は順調と考えていいだろう。水ナスのヒットの相乗効果で他の野菜も再評価され始めている。ありがたいことに売り上げが伸びているので、最近は忙しくて手が回らなくなったりしている。人手を増やすのもいいかもしれない。ワイワイと大勢で農業を盛り上げるのも僕の目標の一つなのだ。そう思うと、これからの農家生活もまた一段とワクワクして感じた。クラチは相変わらずジャーナリスト魂をたぎらせている日々らしい。今日もカメラ片手に日本各地を飛び回っているようだ。クラチらしい正義感は多くの人の助けとなっていることだろう。春が来て、秋が来て、また春が来て、時は変わらず過ぎていく。幾度目の夏を迎えようとしている今日、僕は水ナス以外にも夏野菜の改良に励む日々を送っていた。改良はつまずくことだらけだ。簡単なものはどれもない。しかしだからこそ、成功するたびに真面目に必死に働いてきた日々が本当に報われた気になるのだ。諦めずに頑張って本当に良かったと思うのだった。お父さん、次はね、トウモロコシの新種を作ってみようと思うんだよ。甘みをキープしながらもっと食べやすくできないかと思ってさ。父の墓前に向かって話す。返事が返ってくることはないが、ここに来ていろいろ話すたびに父と意思疎通できた気持ちがしてすがすがしかった。お父さんの守ってきた畑は僕が責任を持って守り抜くからね。今も昔と変わらず多くの人に愛されているお野菜ができているから、安心して見守ってね。僕もお父さんみたいな最高の農家になるから。今日はなんだか素直に気持ちが言える日らしい。普段は気恥ずかしいと思うことも素直に口から流れ出た。線香とお花と一緒に添えられた水ナスが太陽の光を受けて光っている。とても綺麗だった。
それを見ていると、なんだか空の上から父が笑っているような気がした。お父さん、これからも一緒に頑張っていこうね。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。